はい、どうもー。お疲れ様でーす。今仕事終わったわ。いやー、寒くなってきたね。うん、8度ずつ、おはよう。おはようじゃないか。疲れ。今終わりました。おい、一応いらっしゃい。どうもどうも。わどつでございます。人気ふわっちの配信者です。どうも。ふわっちで人気のわどです。よろしくお願いします。彼女にニコ生をバンされた男です。失ったものは二度と帰ってきません。残念です。帰ろう。私問題解決しました。いや、俺は別に彼女が元気だったらそれでいいから はい、初見さん、蓮吉さんいらっしゃい。あー、ツイッターフォローありがとうございます、蓮吉さん。どうもどうも、お茶ありがとう。問題解決っていうかね、取り返しのつくものは何でもいいですよ、僕は。取り返しのつかないものさえ失わなければね。まあ、多分家にいるんじゃないかな。多分ね、今日ね、彼女、浅井さん朝来て、ふわっちに出演してくれたんだけど、なんか彼女をなんか私の家に住ませろとか、わけのわかんないこと言ってたの。なんか、和道さんの彼女を私の家に住ますのですみたいな、なんか言ってたけど よくわかんないから断ったんだけど、なんか飯行ってんじゃないかな。爆破されたんだよ、ニコ生。まあね、一回ね、壊れたものは元に戻りませんから、未来を向いて前向きに行きましょう。言ってたよね、なんかね。ていうか、みんなフワッチアカウント作ってよ、フォローしてよ。ふわっちいい感じだからさ、みんな多分アカウント持ってないからフォローしてないんでしょう。みんな登録して、ふわっちアカウント作ろう。キャストそんな変わんないから。ふわっち伸びると思うよ、多分。主戦場ふわっちにすっかもしんねえから、まあ、キャストも続けてくけど、ニコ生多分プレアカ切れたんだよな、ちょうど。プレアカの契約3ヶ月ちょうど切れてるから、ニコ生どうすっかな。どうすっかな、マジで。ニコ生どうすっかだけ心の中で決まってないわ、まだ。配信はやめる気全然ないけど。ニコ生だけはね、もうなんか、バンが多すぎてね、バンっていうか、まあ今回のはトラブル全然なかったけど、どうしたらいいんだろうね。みんなどうしたらいいと思う？伸びてるフワッチでやるのが、俺の精神的には俺は一番いいのかなとは思ってるけど、精神的には私はやってほしい。だよな、そうなるよな。ニコ生、サランネットさんいらっしゃい。昨日ちゃんと話し合いできた。話し合いはできてない。顔は合ってくれたんだけど、もうずっと携帯電話いじって喋れる状態じゃなそうだから、心配だけはかけないでって言って、一言言って。そうそう、それだけ言って。じゃあ俺帰るわって言って。そしたら朝起きたら俺の家にいた。何もなかったんかのごとくやろ。それかっこいいね。あ、どうもっつって。それかっこいいね。そうだね、顔見れて安心したよ。顔見れて安心した。ありがとうね。応援じゃない。応援っていうのも変だけど、なんか心配してくれた人。すげえありがたかったよ。ふわっちのアクティブ150とかだったからね。水増ししてんじゃねえかって自分で疑ったもん。あれ？ワドを水増ししてる？みたいな。あ、俺だわ、ワド。自分で水増しはできないからね。でも、ふわっちすげえぞ。だって、まだ5日目？ 4 日目だか5日目でもう1万円課金できるもん。ポイント1万ポイント溜まってるよ。あれ、塵も積もればだよ、本当に。塵も積もれば。アクティブはさ、だって100人超えるしさ。なおたくさん、どうもどうも、お疲れ様でーす。ふわっちで花火ありがとうございました。すいません、トラブルばっかりで せっかくなおたくさん見に来ていただいたのに、
すげえトラブルなのね、毎回毎回。だから普通にコメント打てないですよね、あんな状況じゃ。でもさ、配信はさ、頑張ればさ、こう、上に行けるかもしれないけどさ、人間関係とかさ、人間の命っていうのは取り返しがつかねえわけじゃん。だからね、そういう取り返しのつかないことにならなければ俺は何でもいいよ。大丈夫ですか？そうそう、直拓さんがね、いらっしゃるときね、いつもなんかバタバタしてるんだよ。アンチと喧嘩してたりとか。34名さんいらっしゃい。でも、のんたん大好きよ。うん、俺も好きだよ。まあ、あれだよ。業の深い女ですよ。うん。思いが深いんだよ。思いが、気持ちが。だから、もう天使にも悪魔にもなるからね。それは俺次第だと思うけど。いや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 、そんなそんな。そんな風には思ってないですよ。全然。リアルだけは気をつけてください。俺だって配信者だもん。リアルもクソもないよ。俺はインターネットの世界とリアルの世界を橋渡しするのが俺の仕事だと思ってるから。俺にはネットの世界もリアルだし、リアルの世界もネットみたいなもんだから、リアルもネットも関係ない。狭間の世界で生きてんだ、だからね、ネットとリアルを切り分けろとかね、よく言われるんだけど、特にリアルの人から言われるんだけど、そんなん無理だよね。24時間起きてる間ずっと配信やってんだから、できる限り。ありがとうさん、コンティニューコイン、ありがとう。ここはいらっしゃい、わざつ。みんなふわっち登録してね。俺のふわっち。よろしくね。ふわっちでの配信も多いから。あと5分ぐらいで家着くかな。あと5分ぐらい。家着くのは。32名さんいらっしゃい。でもあれだなぁ。やっぱ携帯で配信できるのは楽だな。ニコ生出身だってさ、ニコ生が最近その携帯電話で配信できるツールリリースしてすげえ良くなったんだけど、それまでみんなノートパソコン持って配信やってたから、しんどいよね。すげえしんどい。でも俺パソコン配信も結構好きだけどな。画質がやっぱいいし、いろいろテロップ出したりとか設定とかいろいろこだわれるからね。ここがね、僕の大好きなスポットです。ちょうどね、夕日が綺麗なんですよ、ここ。橋なんだけど、これ神田川なんだけどね、こうやって西新宿のさ、あのビル群がさ、こう神田川からファーッと見えてすごくいいんだよ。あれが新しく建ってるマンションでも、新宿で一番でかい、下手したら東京で一番でかいタワーマンションになるんじゃないかな、あれ。うん、あれ、あそこのね、最上階すごい高くて、新しいのできましたね。ずっと建設してて。もうさすがに高くなんないと思うけどね。すごいよね。なんか東京って感じだよね。でね、そこら辺ね、いつも猫が5、6匹ね、みんなね、ここの近所の人にね、餌もらってるからみんなブックブックに太ってんだよ、こう。ここの猫。水に近いところ、小映えがすごいね。小映えが。彼女もう帰っちゃったかな。夕日がいいでしょ。でね、向こうの方ね、行くと高田の馬場の方なんだけど、向こうの方に行くと、あれなんですよ。あの桜がバーって咲き乱れて綺麗なんだよ。桜がもう両端バーって、うん、俺の桜が。新宿にもね、なんかこういう住宅街があるのいいでしょ。こうビルがさ、もうバーってあるんだけど、西新宿の結構一軒家があるんですよ。いやー、みんな今日仕事どうだった？疲れた？ごめん、ニートか。ごめんね。聞いちゃいけないこと聞いちゃった。みんな働いてないもんね。俺だけか、働いてんの。みんな遊んでばっかりでしょ。暑かった？嘘？今日は暑かった？結構涼しくなってきてると思うけど。疲れた、疲れた。よいしょ。家帰ってお風呂入ろう。
ただいま。ん？お邪魔します。あれ？すいません。あ、どうもどうも。お疲れ様です。アレクシーンだ。あ、浅井さん。お疲れ様です。はい。いっす。いっす、いっす。いらっしゃってたので。すいません、勝手に上がって。あ、いいよ、いいよ。狭いところですが。うん、座りますか。いや無理でしょ。いやちょっと待って待って、ちょっといいいいいい、座りますかって3人座ってるじゃん。全然いいよいいよ。どうも。でしょ。ミーティングして、あ、いいっすよいいっすよ。どうも。また来てください。いいっす、いいっす。お疲れ様です。いいよいいよ別に。うん、お疲れ様です。また本当いつでも来てください。気兼ねなく。お疲れ様です。すいません。よろしくお願いします。レクチいたんだ。レクチさ、俺の電話、LINE、ブロックした？え、しないですよ。なんか、繋がんないんだけど。音は鳴るんだけど、その、通話中みたいになる、え？地下にいたから。地下にいたから。え、トゥ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 ルトゥンって鳴るんだけど、俺の音の方は。だけど、その、通話しましたみたいになんないんだよ。あのこの前、和田さんに、LINE 通話かけた時、カラオケの時、カラオケ、あの時も自分かけたら、なんか表示されてないよね。調子悪くて。だよね。相性ですかね。何なんだろう。浅井さんの隣の方がなんで。浅井さんお疲れ様です。どうもお疲れ様です。すいません。いや、ちょっと手洗ってくるから。はい。あ、じゃあみんな、あのふわっち来てください。お疲れ様です。ふわっち行きます。ふわっちよかったら来てください。ふわっちです。あ、今来ました。お疲れ様です。着信来てました。着信来てた。うん、なんじゃないの。寺田さん、寺島さん、寺島さん。なんで仕方してんの。出てあげなよ。いや、無視じゃなくて出てあげなよ。そう思う。そう思うでしょ、普通電話かかってたら。いや、でもあれだ、寺島さんあれだよ。本当、要件言ったのに他に言うことは何もないよ。いろいろあるでしょ、それは。うん、お疲れっす、お疲れっす。今日歌ってメモリー持ってきてくれる。何何何、なんか録音したの。ああ、録画のこれ。うん、このご時世、メモリーをデータでメール送るとかじゃなくて届けに来るっていうのが新しいよね。USB メモリーをもうその場で買って。5の19の7 19の7 LINE で送らない。ちょっと面白かったのさ、はい、住所を言おうとしたらさ、カメラ回ってるから大丈夫っていう、その配信者みたいな気遣いがちょっと面白かった。そうだから、やばいなと思って、はい、乗っちゃったらね、やばいだろうと思って。それでいいですか。全然やばくないよ。はい、だってもうバレてんだもん。でも昔だったら気ぃつけるけど、はい、もう特定されてんの。あんまり良くないよ。お願いします。はい。はい。はい、よろしくお願いします。すいません。何、どこいたの今日。今日は。あの駅前のあれスタジオいつもの。そう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 。駅の方の新宿の。そうそうそう。あの女の子が、そうそう、女の子が、そうそう、昔の警察だったんだって。そうそうそう、警察だった。あ、なったな、なったなった、思い出した。法学科の 98% は、はい、あの、うん、もっとかな、 99% くらい。あの男だよ、男。真相宗教じゃないんだけど、男男、心が 見えてるんで、心の全体が見えてるんで、はい、音聞こえる？意識は見えない。で、それでそっちを狙う。音聞こえてる、みんな。何も音聖かな。どの音楽家にも何にもわからないということになって、録音デバイス、ああ、なんかマイクの設定おかしい。だけどその表面式だけをやってれば天才ということになるから。あ、そうですか。はい。ああ、どうですか、音でかいかな。表面式聞こえる。そうです。うん、音でかい。これ感情、意識と感情なんか調整するから、でかいだの小さいだの言ってもらえれば。感情を、音、表面式をやる。音楽に込める。それは表面、いや、それは真相式で支えるし、割れてる。そうじゃなくて、えい、ありがとう。その支えを取って、割れてるか。魂のようなものを浮かしてそれを見せる。光。はぁじゃねえよ。どう？音割れてる？まだ。まだでかい？
大きいの。もう一回言ってください。ちょっと今ぼーっとしてたんで、今もう一回言ってください。 OK、 魂を浮かせて多くの人にそれを見ていただく、はい、いただいて、それは心と感情と表面意識、あなたにとっての魂を浮かせる。浅井さん今日泣いたの知ってる？見た朝の配信。見ましたけど、いや配信画面越しだと分かんなくて。ああもうなんか号泣してた、浅井さんが超面白かったよ。浅井さん、ね、ゴミ爆破治んないよ。爆破したもんはもう二度と治んないよ。いい。39名さんいらっしゃい。19名さんさようなら。うん。よいしょ。魂を浮かせるにはどうしたらいいですか？お、浅井さん、魂浮かせるにはどうしたらいい？あなた今朝浮いてたよ。違う、知らないよ、そんな浮いてたよって言われても。そんな魂浮いてたの？俺朝浮いてた。だから、あの、無の境地じゃないな、なんか言ってもいくんだけど、うんと。ここで一番これをやらなきゃ死ぬ人は浮くけど、なんで死ぬ、死ぬようなことしないといけない。あ、でもね、ここで言うと、魂の浮かし方、レクチさんに説明すれば、魂の浮かし方。パンツ効いてるなぁ、今日も。自分が一番美しいと思うものをそこに表す。おどうしたらいい音楽できますか？魂を浮かせればいいです。魂を浮かせるとは何ですか？自分が美しいと思うっていうかさ、それ魂いらなくねえか。ここ間はしょってどうしたら音楽いい音楽できますか、美しいと思うも表現するってよかったじゃん。ワンクッション、その直接の回答がおかしいんだって。魂を、ちょっと待って、もう一回。直接の回答、ワンクッションの魂を浮かせるがよく分かんなかった、俺。魂を浮かせる、うん、魂を浮かせるっていうのは、いや、浅井さんが言ったんだよ。例えば、あなたを福祉言ってる時も魂が浮かせる。だから、なんで俺の福祉の話はそんな、なんなのよ、その福祉いじめは。おからぶせながら、いらっしゃい。いや、だから、あ、メンバー紹介してほしい。後ろにいるのが俺の彼女で、リスナーのレクチ君です。リスナーの、ギターで一緒に音楽作ってるレクチ君。リスナーさんね。で、神様です。はい。神様こと浅井由紀子さんです。はい。神様です。あ、魂を浮かせて、自分の威力を見てほしい。自分の一番。どういうこと？自分の威力？うん、浅井さん最高って言ってるよ、テルッツが。誰？テルッツっていう人か。あ、女の人か。浅井さん最高って言ってるよ。なんで数名さんいらっしゃる？62名。最高なのはあなた。なんでかぶせるんだよ。あなただから頑張った方がいいです。最高なのはあなたですよ、頑張ってください。優しい。浅井さんご飯食べてる、ちゃんと。ご飯？うん。ご飯？今日お昼お弁当食べてますね。朝モーニング食べて、うん、お昼ガスト？浅井さんガスト好きなんだよ。ガストじゃなかった。あなたお弁当持ってこなかったよ。いいよいいよ。俺昼飯食ってきたよ。大丈夫大丈夫。あそこの弁当うまいよね、揚げたてね。浅井さんが食ってくれる。いいよいいよ。違う、俺弁当食ったんだって。なんでそうやったら金を配ろうとするの、すぐ。すぐ金を配ろうとするから。何を持ってもらって、ね、いいよ、全然。ね、全然いいよ。飲んだらジュース買ってきて。いや、4人分。何がいいですか？いや、俺コーヒー。待ってよ、それ今。俺さ、あの。今、弁当代だ。いいよ、弁当代いらないよ。なんで俺が弁当代、そう、働い、そのために働いてんで、いらないよ。いや、弁当代だ。いい。あのさ、あの、銭湯のところにあるさ、あの、あれ、あの、タリー、うん。いいよ、いいよ。ちょっと待って、今。いや、もう、めんどくせえな。あ、先生、大丈夫。おごり。あ、頼んで、なんか。うん。浅井さん、金持ちだよ。
いいよ、ここ。いいの。浅井さん何の飲みますか。いや、私。浅井さん、な、いいよ。ちょっと待って。いいの。いいか、今その。いいの、今渡したから。ちょっと待ってよ。いいよ。今探すから。金を出させるの大嫌いだからな、浅井さん。全部自分が出そうとするからな。うん。ギラギラしてませんね。朝ギラギラだったよね。うん。浅井さん知らない人、浅井さん初めて見た人手挙げて。浅井さんの経歴とかを知らない人、この放送はあんまり見たことなくて、あの浅井さんっていう人がどういう人か知らない人いる？そしたら説明するけど、わたわたさん知らないか。浅井さんはですね、超有名人で、ですね、一日空き缶拾いで2万円稼ぐ化け物です。空き缶拾いで一日2万円稼ぐ化け物です。新宿では超有名な人です。はい、2回目だからあんまり分かんないけど、この人すごい人だからね、本当に。そう。すごいんだよ、本当に。浅井さんは俺は神様だと思って、マジだよ。俺は新宿の、あ、お弁当はいいで。お弁当はいいから。いい、浅井さん。いいよ。大丈夫。ありがとう。今日298円のマジ弁くんだからいいから、そういう細かいこといいから、いい大丈夫、ありがとう。マジ弁でした。俺のリズムじゃん。いいよ、めんどくさいからお金もらうと福祉だと。浅井さんがジュース飲んで、これで。働いてるから大丈夫。働いてる、作業所行ってるって。いや、有効な方はどこにもないんだよ、これもらえなきゃだから。そっか、じゃあもらうわ。ありがとう、後でジュース買うわ。ありがとうね。いいや、とんでもない。はい、ミュールいらっしゃい。まあ謝んなくていいよ。気にしないで。街にもめっちゃ貢献してるじゃないですか。いや、もうすごいよ、本当に。浅井さんは。うん。でも、その代わり、1日18時間ぐらい働くからね、浅井さんは。超働き者だよ。ね。すごいよね。空き缶の前にジム通ってるらしいですよ。そうだよ。だって18時間空き缶披露して、その後水泳教室とかダンス教室とか行って、で、そこら辺のホームレス全員に声かけて、金ないかとか困ってないかとか食い物渡していって、何時間しか、ね、3時間くらいしか寝てないでしょ、毎日。へそう。で、あの。いや、私、あの、あれだもん。軒下とかでうまく寝れるから。眠くなったら、もうその場で危なくないように、すぐ。軒下に入って、軒下に寝れる。誰のうちでも。そうそう、近所に住んでるの。で、あの、2年前、その、ホームレスになったやつがいて、俺も昔ホームレス3回ぐらいやったことあるんだけど、それでお世話になったのよ。ホームレス界隈にも詳しい顔が聞く人だから、ナイチンゲールか。顔聞かないよ。顔聞くでしょ。浅井さん知らないホームレスいねえよ。みんな、みんな浅井さんのこと知ってる。ああ、浅井さんでしょって言って。うん。あ、そう、有田さんに聞いたんだけど、あの、都庁前のホームレスあれなくなるってよ。いや、いつもそんなこと言ってんだよ。いや、でも本格的に、あの、オリンピックで。いや、だってオリンピックってあれだもん。まだだ。まだ先だけど。いや。うん。そりゃ、あれだよ。有田さんには田中さんがついてるでしょ。だから、そんなこと言ってみるの。うん、で、それであれだよ。本当。みんな田中さんの餌にして有田さんがお金もらう。あと、猫のおじさん知ってる？ダンボールの猫の。猫飼ってたダンボールのおじさんいるじゃん、あの交差点のところ。亡くなったですよね。そう。びっくりしちゃったよ、知らなくて。あれは、真面目に人生生きないから亡くなったんで、真面目に来た方がいいですよ。なんか酒飲みすぎちゃったんだって。いや、違うよ。違うの？真実の人生を外したから亡くなった。それで、あの、うん、何が健康だか分かんなくて。今日バイト？あ、撮りたいの。浅井さん、写真撮りたいって言って。はいはい、チーズ、はい、はい、あ、あります。あの、なんか、そう、死んだ芸人、死んだ芸人、あの人、いい人間だったよ。いい人間だったね。ノンタ、ありがとう。メッツが分かんなかった。ミツ、いい人間、メッツって言ったのかと。メッツ、マッチ、マッチ、これ、浅井さん、これちょっと冷たいのしかなかったんですけど、いいですか。はい、どうぞ。やっぱり、何にも言わないでも人が生かしても、生かしてくれると思ったのが間違いない。あ、俺いいんすか。だから、いただきます。何にも言わないで人が生かしてもらうんだから、だから。
浅井さんさ、なんでそんなにさ、人に金配ったりとかさ。だからこれ、10年以降ここで生きてる人はいなくなるかもしれない。すごい難しいですね。そりゃそうでしょ。だって年取ったら人間死ぬんだから誰だって。いや、本当そうじゃなくて、あの、うん、年取ってじゃなくて。うん。あ、病気とかね。怪我とか。自動的に自分が一歩出て人のためにとさ、手が出る人っていうのは、うん、若く年取っても若くて元気だね。まあ浅井さん若いっていいね、うん、だけどその、うん、それを忘れちゃって、うん、あの自分が、あ、ハンバーガープレゼントありがとうございます。すげえ、めちゃめちゃ稼げんだけど、もう5日目で1万円いってんだから、すげえよな。ここホームにすればいいじゃないですか。ね、ほんと。だって閲覧79だよ、アクティブ。ね、だってさ、ニコ生とかね、ふわっち人集まんないからって言って避けてたのに、金は稼げるわさ、金は稼げるわ、人、おお、花火ありがとうございます。金稼げるわさ、なんなんだよって感じだね。ほんとに。うん。電話なんで出ないのよ。いや、だから電話だ。寺島さんが来んの？寺島さんでしょうか、きっと。うん。何の話か忘れちゃったよ。だから、ここの家の住所とか場所が分かんない。ツイッターとか。いや、そうじゃなくて、さっき話してた。あ、飲んだか？後ろから花火ありがとうございます。後ろから、後ろにいんのに花火ボカン上がったからね。うん。なんでない？出てる。だったら出ていいか分からない。電話のかけ方分かんないの？それそれ。うん、もしもし、浅井さん携帯1台だけど、はい、あの iPhone7 だからね。常に携帯最新型だからね。すげえよ。自転車あるでしょ。いや、いいよ、俺迎え行くよ。自転車あるでしょ。さすがにわかんないでしょ。寺島さん、あ、後ろさ、なんかのベッドのところ座ってたよ。いや、すいません、超狭いところなんですけど。あれ、来たことありましたっけ？マジ出る。ない。マジ出る。話が難しくない。話が難しくない。じゃあ、泡立てて。はい。若いのね。入るね。データ回さないと話。ちょっと待って、俺何のデータかとか何も気づかれてないんだけど。話がめちゃくちゃなんだけど。あ、先生、帰んの？すみません、なんか。あ、どうぞどうぞ。え、パソコンの今日はデータ来たんですよ。どうぞ。この辺映ればいいんで。あ、映る。はい、どうぞ。今日はデータ、はい、取ったんですよ。それで はい。何のデータですか？僕、状況が全然。一つは、はい。彼女が、なんだったかな。はい。童謡の、何歌ったんでしたっけ？童謡の歌のデータが入ってるってことですか？そうですね、もみじ。もみじ。あ、違うな。もみじ。もみじ。もみじが入ってます。はい、それ1という方が。そして、はい。1曲に USB1 個買ったんですか？いや、他にいい媒体思いつかないからな。いや、この中に何曲も入りますよ。1曲、入るけど。はい、いや、とりあえずデータ渡すためには。ああ、なるほど、なるほど。そう。あ、びっくりした。1曲に1個ずつ買ってるのかと思って。いや、それはまた有効利用してくれたら。はい、で、これが私もらっていいんですか？いや、いいよ。自分も翼をくださいのやつね。そっち入ったやつを、なんか浅井さんの話通り。なるほど。で、それも浅井さんから彼女に話してた。これ彼女に渡せばいいんですか？これは。まあ、彼女とのね、連携でなんかやっていただけたと。わかりました。思います。動画ですか？音で。あ、動画入ってます。動画、映像入ってるんですね。映像入ってます。で、映像はこっちは使わなくてもいいようなことを言ってましてね、浅井さんね。あ、わかりました。はい。了解です。じゃあ、記念というか、そんな感じなんですね。いや、なんか載せて、基本発表。あ、僕の放送で。そうそうそう。和道さんのと、あ、彼女がいないんだ、今。いや、後ろに寝てますよ。あ、寝てます。隠れてコメント和道さんのか、和道さんのか、
あの彼女自身のかっていうなんか話でした、はい、それはあの、まあ、彼女に話してもらった方がいいそうですね、わかりました。ということで、したあと、この間、本名で載せさせていただくということで、まあ、彼女は寝てるんだけど、その承認が取れないんで、それはまた今度ということで、はい、それはどうも失礼です。またよろしく、あの日曜日のカラオケとか、よろしくお願いします。はい、どうもどうも。あ、いいです、いいです、そのまで。はい。お気をつけて。いい。はい。それではまたよろしくお願いします。はい。お願いします。浅井さん帰っちゃったのかな。いや、ちょっと、あ、じゃあ、お疲れ様です。また遊びに来てください。あ、はい。はい。ぜひぜひ。また。ありがとうございます。はい、嵐みてえなの全然わかんなかった。あ、お疲れ。陰で尽くす女。コミバカしねえだろ、そんな女。ふざけんじゃねえよ。俺が3ヶ月血まなこになって集めた900人失ってんのぞ。どこが陰で尽くすんだよ、お前。煽っていいかな。いや、別に構わないけど、言いたいこと言えばいいじゃん、リスナーなんだから。謝れ。いや、別にいいよ。好きに言っていいよ。っていうか、あの、言っとくけど、ミウルはもう、開口一番昨日ごめんなさいって言ってんだから、謝ってるからね。まあいいや、好きになくて、お互い納得するまで話せよ、もう。いつ見ても不思議な集団だな。俺がね、変人集めるの得意だから。うん。謝られてないけど。まあ、そうだな。俺に謝ったんだな。うん。だから、なんだよ、コメントで会うんじゃなくて参加すんのよ、これ。いいよ、好きにしろ、もう納得するまで。そんなこと言わない。喧嘩になる。違う。だからもうめんどくさいんだって。めんどくさいんだって。うん。たくみさん、たくみさんが全部悪い。もうたくみさんが全部悪い。お疲れ。こっち来るよ。いいっす。じゃあお邪魔します。うん。お願いします。いやー、大変だ、これ。いやー、お疲れ様っす。お疲れっす。もう毎日毎日。こんなんだよ。仕事で疲れてさ、ゆっくりやろうかなって言ったらもう、あれだよ。神回尽くしで。どこがだよ。リスナー的にはもう、目が離せないですね。コミバカもで台本ふざけんなよ、本当に、うん。でもね、何があっても配信者全部ネタだからね。94名さんいらっしゃい。300人、すげえな。もうこんなに。すげえ。あ、13人フォローありがとう。すげえな。伸びがすごいよね。ふわっち来てるよ、今。イソップさんありがとう、エリちゃんありがとう、モネさんありがとう、マーちゃんありがとう、のぞみの部屋さんありがとう、テルツさんありがとう。結果はどうのこと知った人いるんでしょう。まあね、そうだね、プラスに捉えていかないとね。モンビーさんいらっしゃい。いつ見ても皮むくの失敗したゆで卵みたいな顔してるな。なんだよ、リスかよ。最後まで読んで損した。モンビーさんいらっしゃい。どうなん最近。あ、俺っすか。うん、まあ俺じゃなくてもいいよ。他の人の話でもいい。他の人、まあ合唱団の活動に参加して、うん、していくみたいな感じで。コミコピアになったの？そうです。いや、そこまでじゃないですけど、浅井さん、和道ファミリーとして出張することになってる。そうですね。なんかレギュラー化してるもんね。彼女とノンタンとレクシー。そうですね。ノンタン今日楽しかったの？うん。うん、よかった。元気出てるみたいで。本番的にはフラッチ継続させるための行為だったんだよ。知らんけど、何でもいいよ。頑張れよ、俺配信。今ミュールが写真あってきたもん。はい、すいません。うん、まさかの光の合唱団。死んでわびろ。ルナさんいらっしゃい、ワトツーいらっしゃい。事業後だな、本当に。俺より生主の才能あるんじゃねえかと思って悲しくなってくるよね。でも確かにそれは思いますね。ね、うん、っていうかそうなんだよ、俺の周りにいるやつって、うん、浅井さんもそうだし、そう、これもそうだけどさ、ノンタンもそうだけどさ、キャラが立ってんだよね、うん、すごい配信向き、ね、うん、だと思いますね、うん、最近見て、ね、浅井さんも全然なんかフラットですもんね、うん、カメラの前でも。そうだよね、全くブレないもんね。うん、すごいよね。すごいっすね。
この流れ台本みたいだな、女の戦い。いや、もう。もういいよ、戦えよ、もう。私ももう配信者になったらいいのに、のんたん。配信者になれば？めんどくさいって。今日普通だった？会ってる時に来れば。大丈夫だった？また戦いが始まるぞ。てか終わってないからね、俺話せてないから、顔見てとりあえずあれだったけど、和道さんの会話よりノンタン VS ミュールの戦いの方が面白い。3回折れてやったのかな。言いたいことあんならカメラ出て言えばいいよ。マイク、いやマイク聞こえてる、みんなノンタンの声、声薄いよ。でもほら、あのメーターが動かないんだよ、ノンタンの声だと。まあ、あのみんなオフ会来て、そうだから言ったのよ。俺はもう、いやそれは本当思いました。そうそう、みんなで和気あいあいとやれば、そう絶対、そう絶対仲良くなるのに、しとけると思うんで。いや、なんそうっすね。いや、はい、すみません。もう男だけでやるか、オフ会。男だけで。男だけでやるか。聞こえてる？あ、じゃあ大丈夫だね。いや、本当二人ともめっちゃいい人なんで、会って話した方が絶対わだかまりは解けると思うし。男はさ、殴り合いまでカーってなるけど、殴り合ったら意外と仲良くなるからね。4回目は許さない。のんたんの声聞こえる？のんたんと仲良くなりたい。のんたんに聞いてください。のんたん、あの、リスナーだから。コメント、あの、赤いサムネのやつね。女は、会っても喧嘩するときはする。会わない方がいいな、じゃあ。実際に会うと言葉だけ、そう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 、顔とかのね、ニュアンスとか、その場の雰囲気とかあるからね。ロハコ大先生に、いや、ロハコさんこういう時は出てこないでしょ。ロハコさんめっちゃイカつくなってましたね。やばいよね、あれ。あれもう超ウケるもん、俺より丸眼鏡似合うしさ、あの色付きのいかつーと思って、かついよ、ね、びっくりしましたよ。紅茶飲む、浅井さん飲まなかったんだけど、飲んだ、うん、後で飲む、置いとくよ。眉毛ね、すごいよね、沼っぷってほんと沼だもんな、あれ。なんか一人だけ普通のやついなかった。サダでしたっけ。サダは普通だね。あいつやべえ、あいつが一番やべえよ。見た目でもやばいよ、あいつ真面目っていうか、またあいつのツイッター見てみ、やばいっすか、引くよ、ほんと。病んでる系、いやもう超、俺男であんな病んでるやつ見たことないもん。へえ、そうなんだ。ガチ入院系だからね、あいつ。へえ、あ、刺激の子が入ったんだ。ああ沼じゃないじゃん、刺激の子は全然、まともっすよね。まともだよね、あれ。刺激の子人気だよね。あれじゃないですか、やっぱ、あの燃える動画あったじゃないですか、なんか頭燃やす動画、はいはいはい、あれで、一気にフィーバー、あれすごかったっすね。刺激のこれ野獣なの？何それ？あ、そうなんだ。なんか働いてるらしいっすけど、ね。働いたら野獣ってさ、そのニコ生の基準もどうにかどうにか。ネトジューの。ネトジューの。普通のことなのにさ。そう。そう。働いてるっていうだけでもリア充っていう。毒されてますね。やばいよね。もうやばい、本当に。本当にニコ生はやばいと思う。本当に。ウケるよな。
このピリピリしたさ、この空気感で雑談をこなさないといけない俺らの気にもなってほしいよね。もう全然こいつら興味ないからね。俺の話とか全然興味ないでしょっていう。いや、配信者ってすげえわ。すごいよね。俺ね、多分ね、1年目だったら引退してたから、今回は。1年目だったらもうほんと減らってもうやめるわって、うん、ここ俺のいる場所じゃないって、もうどっぷり使っちゃったからね、これ、うん、いやもうね、多少のことじゃ動じないよね、ほんとにいろんなことあったから、うん、どっちもババアじゃんとか言って、なんかポンプが入り始めたし怖い怖いよね、怖いよ、うんうん、あ、そんな中ハンバーガーをありがとうございます、ありがとうございます。やべえな、スタジオ入りたいよね、一回今日ギター持ってくればよかったっすね、ね、うん、そうそうそう、一回合わせたいっすね、ね、一回合わせたいよな、バンドメンバー募集中ですベース欲しいよね、ベース欲しいっすね、うん、まあ、浅井さんはいいか浅井さんはいいでしょ、浅井さんキャラ全部持ってかれるよ、もう持ってかれますね、演奏とか、お、関係なくなってくるでしょ、そうなってくる、フューチャリングとかでいいんじゃないの、うん、ミュージシャン気取りじゃねえよ、別にすいません、和道さん、お隣の方はどちら様ですか、ですね、リスナーのレクチ君です、どうも、はい、レクチです。ふわっち赤を作ってないのでコメント打てないレクチ君です。ログインの仕方がわかりません。携帯でやってみてよ、ログイン。あ、そうそう。あ、普段パソコンで見てんの？パソコンで見てます、ね。ほうほうほう。うん。うん。なんでログインできない？アプリは今日入れて、うん、なんかツイッターのアカウントでログインみたいな感じでなってやろうとしても入れない、うん、何それそれ問題あるでしょ、なんでだろうな、アプリとしてスマホのアプリから登録すれば PC からでも見れるよ、ああそうなんだ、そうだよね、ファンチって確かスマホで登録してからパソコン入ってくださいみたいな案内出た、そう、スマホを絶対ダウンロードしないと見れないんだよ、なぜか、そうなんだ、そう、スマホにうるさいんだよ、このサイト、トップに多分出てると思うんだよね今、うん、ふわっち PC で見れるんだ、 PC 画質いいぞ、すげえ、見れるのは見れる、コメントは打てない、うん、そんな案内出たよ、登録がちょっと面倒、あ、そうなんだ、映ってるね、本当だ、ログインしてください、出るね、うん、私もスマホから登録した、あ、そうなんだ、みんな、コメント打てないなら意味ないよ、これか、うん、出るね、今日休みよ。今日休みっす。よかったよかった。で、収録今。いや、今週3かな。あ、落ち着いたもん。そうですね。はい。うん、なるほど。出してやろうか、ID。あ、出せるんですか。どうするんだね。ああ。でもなんかメールアドレスとか。いや、それはメールアドレスじゃなくて、ここの末番打てばいいんだよ、多分。そうですか。多分。ちょっと待って。これだね。ああ。これ。ああ、うん。それでいいんだ。これでいい、多分。ツイッターの方はね。うん。あ、何でしたっけ。5-5か、うん、ありがとうございます、ふわっち始めて1ヶ月経ってない、あ、そうなんだ、うん、いい機会だが和道に登録を教えてもらったらいい、うん、今やってる、
できた。できた。うん、もう打って寝て、手吸って。なんか10秒くらいラバーあるらしいんだよね。うん、え、これ、コメントってこれ、どうするんですか？いや、俺コメント打ったことないもん。俺リスナーだよ。そうすよ。いいよ、花火打っても。あー、できた。今できた。2、ね、あ、2秒でできたね。おー。うん、ありがとうございます。うん。うん、これでもう。これでもう。これでもう、コメント打ち放題だ。うん。フォローしてよ、フォローしてよ。ああ、何？レッチのことをフォローするってこと？いいんじゃん？あ、全然いいっすよ。はい。うん。彼女、彼女じゃねえ。彼、見えてきたんだから。うん、髪長いから。結構、女に見られますね。女だと思ってたもん。うん、フォローしたって。なんか買い物行かねえ？ほら、1ヶ月に1回俺買い出しあるじゃん。だからどっか連れてってよ。やだ。今日疲れちゃったな。そっか。確かに長丁場だったから。うん。マリエ、お疲れ。うん。ね、いやネックレスありがとうございました。あ、いえいえ、俺の切れちゃったんだよね。あれ壊れやすいから。本当ですか。うん。いやあれかっこいいっすよ。あれかっこいいでしょ。うん。めっちゃいいっすよあれ。うん。あれなかなかいいんだよね。うん、普通に出先とかでつけてきたいっすね。うん。うん。590名さんいらっしゃい。411名さんさようなら。でも30分、35分でこれすごいよね。累計500人ってやばくないですか？やばいよね。だから普通に、なんだろう、ここやってた方が俺としては今一番得なんだよね。絶対ここでいいんじゃないですか？しばらく居ついた方がいいよね。絶対いいと思いますよ。うん、多分なんでかっていうと、うん、そのうなちゃんマンだったり、鮫島さんであったりとか、その過去、その、何、絡んだことがあって、うん、神会があった人が今ここでやってるじゃん。だから登録するからで見るものないからって言って、あ、ワドやってんじゃんって言って来る確率上がるじゃん。でもリスナー数的に絶対数がもうこっちの方が、そうでツイキャストニコ生は全然もう畑が違うじゃん。だから、うん、あの埋もれちゃい続けるじゃん。だからワドって誰みたいな状態じゃん。うん、まあ知ってる人がいても少ないし、埋もれ続けるからなんか一回上に行ったらバーって上がってくるんだけど、50以内に入ったら。でも50前後でずっと停滞してたから、フラッチでいいかなとか思ってて。いや、いいっすよ、うん、もう、ね。めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。すっげえ太鼓持ちだな相変わらず、うん。スニーカーさんいらっしゃい。サイムはどれくらいですか？何の話？なんでサノジャマンキャスで、なんかこっちでしてんの？だって、ウナってもうニコ生やめてから FC 行ったり、キャス行ったり、結構移動する人だよ。チャンマンってもうフワッチなんですか？今フワッチメイン。え、そうなんですか？うん。新宿の店潰したよ。うん。配信者は無理っす。絶対減らる。絶対減らる。うん。やめた方がいい。うん。やばい。もう豆腐メンタルすぎて。絶対やめた方がいい。本当に。だからちょろっと映って、あの、ちょろっと映るくらいが一番いいんだよ。うん。うん、アイテム投げれなくてごめんなさい。おい、コメントいっぱいちょうだい。あー、わかる。ちゃんまんは金になるところに、そう。それはある。すっごい嗅覚がいい。うん。だから、ちゃんまんが逆にフワッチにいるってことは伸びるって判断してるわけだから、FC2 に行かないで。FC2 の時確か数百万もらってたから、うん。そのちゃんまん、嗅覚は絶対いいから、うん。で、実際、その、俺に支援してくれてる人って固定の人だったんだよ、うんうん、数人の、うん。だけど、ふわっちの、その、今回1万円になったじゃん、1万ポイントになってさ、結構ね、バランスがいいんだよ、その、新規の人がくれたりとかするから、だからその、そうそう、ポイント持ってる人が居ついてるんだよね。ふわっち、あんた少ないよね、スニーカーさん。あ、確かに、全然いないっすね。うん。うん、で、ふわ、だから、筑前煮の回やったじゃん。筑前煮？うなの、知らない？
超面白いよ。筑前煮っていう神回があったんだけど、筑前煮でリスナーと論争が巻き起こって30分筑前煮だけでその神回が起こった。和田さんの放送流してるやつ。そうそうそう、あれふわっとしたもんだって、あの回が。今キャス低迷してきてるから、いや低迷はしてないんだよ、キャスは低迷はしてない。そうじゃなくて、もうニコ生の全盛期みたいにもう大手がもう決まっちゃったんだよ、枠が。上にいる人が金映え新八丁とか、もうだから新規の新しい数が吹きづらくなって固定化されちゃったの。うん、だから中堅どころとかはこっちが来るんだと思う。うん、今どこにいるんですか、和道さん。あ、僕家ですよ、実家です、実家です。あ、実家じゃない、あの普通に自分の家ですよ。うん、里芋、そう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 、里芋のやつ、あれめちゃめちゃ腹抱えて笑ったわ、超面白かったもん。うん、ああいう放送やりたいな、なんかリスナーがちょっかい出してくるの羨ましいもん。うん、何なんですかね、絶妙なコメントセンスは。なんだろうね、珍味が面白いよね。いや、コメセンスがすごいっすね。なんかそう、ちゃんまんの弱点と強いところをもう完全にリスナーが理解してるから、なんかもう手のひらでちゃんまんを転がして、ちゃんまんもそれをわざと転がされたりも、あの駆け引きがすげえ面白いんだよね。面白いですよね。そう。乗るとこ乗るっていうちゃんまんも。そう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 。で、そう、なんつうの、展開が、もうぶっちゃけな話もテンプレじゃん、あれって。なんかもうオチも分かってるんだけど見たくなるっていうか、見たくなるっていう不思議な魔力があるよね。ああ年齢言っちゃった。俺の設定した47歳のキャラが崩壊した今。俺が設定した、俺が書いた台本が今崩壊したんだけど。ああそっかそっか。うなのリスナーはコメントがすごすぎる。あ、そこレベル高いよね。いや、うなはやっぱナンバーワンだと思う。うん、新宿ですよ、僕。キットさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。シャンマンはミスター配信者でしょ。モンタン若いか。34って結構若くはないと思うけど。ふわっちのリスナー層とかってどうなんですかね、若いんですかね。いや、あのね、リスナー層的に言っ、多分若くないと思う。俺の予想。でも若い人もいるって感じかな。あのね、キャスト FC2、FC2 ぶっ飛んで高いの。40代とか50代なんだけど、その、うまーく混ざってるっていうか、キャスからも来てるし、あ、そっかそっか。その金持ってる FC2 の似たようなその金持ちもいるしみたいな、いろんなサイトからの移民が多いっていうか、そんな感じなんですか。まあ新規のサイトだからね。でもね、いついてて面白いよ。あ、そうなんだ、モネさんニコ生民なんだ。でもね、俺ね、あのほんと今やりやすい、ふわっちは。なんかそのニコ生の中堅の頃みたいなトーンでできるし、乗っかってくれるんだよ。その、これ絶対面白くなるのにみたいなのあるじゃん。その、神回、あのね、配信って、リスナーが面白くする部分って絶対あるんだよ。まあ、間違いない。絶対あるの。だけど、その、配信者としての技量、自分の、その、レベルの低さは知ってるのよ。言ってもここまでだな、みたいな。要は、ちょっとね、若干、俺は嫌なんだけど、多分ね、言ってもランハゲみたいな感じになるんだよ、俺。だけど、その、リスナーがうまくバーって乗ってくると、そう、神回作れるのは分かってるから、あの、すげえ、そう、ね、そう。自分を見てて、コメント打とうとするんですけど、和道さんのポテンシャルを最大限に引き出すコメントを打てないんですよ。いや、今、ね、コメセンスが、いや、いいんで、なくて。いや、俺ね、レクチはうまくやってるなと思ってんだよ。その、なんか異常に太鼓持ちをするキャラっていうのは、あれ、わざと計算してやってくれてるの分かってるんだけど。あれ、全然計算してないっす。計算してねえのかよ。それガチ信者とか言われるわな。いや、まあ、いや、あれは面白いんだけど。加工になりすぎるとっていうのはやっぱあると思うんで。いや、だけどそれはそれで面白いと思うよ。でもね、あの、最近いいなと、ふわっちいいなと思ったら、昨日、カオコとかが乱入してきたりとか、たくみさんが結構電話出てくれたりとかして、
なんか、たくみさんのあのさばき方うまかったっすね。面白いよね。うん。だからなんかさ、そうやってさ、わわわわ言う人がいっぱい出てきたら面白いなと思って、浅井さんも助かるしさ、登場人物多い方が面白いじゃん。面白いっすね。配信って。明らかにもう。うん。和道ペンギンいつだろうね、雪降ったらやろうね、またね。ワッチはキャスよりアンチがいないって聞いた。キャスもいないぞ、そんなに。うん。キャスは一発でブロックできるから、二度と入れないように、入れないっていうか、そうだよ。ニコ生一週間で見れちゃうけど、もう IP ごと。そう。しかも、それが他のところで複数回やると IP 版になるのか。そうなんだ、そう。だからキャス自体見れないって人多いの。コメント打てないかな、見れるけど。うん。そんな感じだったと思う。アンチ呼んで宣伝しまくる、おとなしくいたりさ、どうなんだろうね。でもね、普通の通常運転でも結構リスナーさんがコメント打ってくれるから、俺的にはすごい。割れた音しましたね。いや、まあ、現場だから、隣。今一番伸びてんのはふわっとしたね。そうだね。まあ、っていうか、キャスも完成してるし、もうニコ生はもう救いようがないぐらいダメになっちゃったし。ニコ生好きだけどね。あ、ふわっちでもうや、ニコ生もうやらないですか？いや、それ迷ってるんだよ。もうプレミア解約しようかなと思って。あ、いいよ、解約していいよ。いいよ、いいよ。解約していい、解約していい。っていうか、タイムシフトはだから、たくみさんが YouTube に上げてるんだから。だからいいのか。そう、もういいんだよ。和田さんのタイムシフト見たいだけのプレミアカウントだったんですよ。でしょ？だからニコ生に税金払ってるだけなんだからさ。そうそうそう。うん、私キャスで配信してたけどアンチ多かった。あ、そうなんだ。いい、たくみさんがうまくまとめてくれるよ今後、うん、そのためにだって YouTube やってんだもん。どうっすね、うん、ニコ生匿名だからアンチ多い配信者には辛いよね。あのね、辛いっていうか、それをこういう文化なんだって受け入れたら楽になるんだけど、ガチのやつもいるからね、うん、プレアカね、とりあえずね、解約しちゃっていいと思う。っていうのも、俺もプレイヤーか多分切れたんだよ。切れたか明日切れるんだよ。だから、やるとしても告知はするから、ニコ生。うん。だし、生で見れないんだったら、YouTube に今動画全部上げてるから、だって YouTube に200本ぐらい上げてくれてるよ、たくみさん。ワードの。ほぼ全部上げてるもん。しかも編集付きで。だから、ほら。朝起きたら、今日の朝起きたら彼女が遠いのもアップしてるし、愛する、そうそうそう、これとかも、もう2時間分全部編集して、ほら、昨日のカオコの、でしょ？だから、タイムシフトの意味がないんだよ。うん。あのね、気づいたけど、ふわっちは、だから、レクチと一緒でアカウント作ってないからコメント打てない人が多分多い。うん、思いますね、多分。絶対そうだよね。疎い人とかだと、うん、結構つまずくかもしれないです、ね、うん。ニコ生のスマホアプリダメだよ。俺も使ってたけどダメだった。やっと配信用のアプリ開発したんだけど、すごい良かったんだけど、もう手遅れだよ。何を今更かんだよ。そう。それはもう2、3年前にやっとかないといけないことだもん。アカウント作るのめんどいよね。レキチさん、ありがとう。風船。でも飯は食ったの？あ、浅井さんのおごりの弁当が、はいはい、何時頃食ったの？2時頃かな。まだ腹減ってない、微妙な感じ。そうそう、はい、うん、あ、フォロワーめっちゃ増えてる、ありがとうございます。おー、すげえ増えてる、フォロワー増えてる、ありがとう。レンキさんありがとう、アチュさんありがとう、キットさんありがとう、ガチコイさんありがとう、スニーカーさんありがとう、レクチャーありがとう、ミサトさんありがとう、ハズさんありがとう、宮脇真冬、なんて読むのこれ、わかんない、ね、宮脇さんありがとうアイムフリーマンさんありがとう、イソップさんありがとう、エリさんありがとう、モネはさっき読んだよね、モネさんありがとう、マーちゃんありがとう、すげえフォロワー増えてる、ありがとう。すげえ、だって30分40分でさ10人とか増えるってありえないもん。増え方が尋常じゃないです、ね、うん、このペースでいったらね、だからふわっちでも一回基盤作っちゃおうかなとか思って、パソコンよりスマホで見た方が楽なんだよね。あー、わかるわ。俺はパソコンでコメント、やっぱタイピング早いしパソコン勢だけど、スマホは移動中もだし、みんなそうだもん、若い子、うん、飯食ってる時とかもピコンってなって、みんなこうやって、あー誰々やってるとか、あ誰々始まったよみたいな、うん、やっぱ
だってさ、あのパソコンの普及台数よりもスマホの普及台数の方がはるかに多いじゃん。で、あのなんだっけ、2億台ぐらいなんだよね。パソコンとスマホをトータルすると日本人だけで2億台でしょ。でテレビが確か6000台いかないんだよね。だからあの今テレビ業界焦ってさ、そのインターネットテレビようやく頭下げるようになったけど、だからあのタレントバンバン入ってくるよ、まだまだ。でテレビ化すると思うよ。法整備も始まって、もうあのこういうなんつうの、警察だとかで楽しめるの今のうちだけだと思うよ、俺の予想。うん、スマホとの、親和性が高くないとやっぱ面倒いよ、いろいろと。まあそうだよね、アベマもあの LINE ライブも全部スマホ対応だよね。だからニコ動はあぐらかきすぎたよ。っていうかまああそこはニコ動で儲けてる会社だからね、もともと。あの生放送に関心ないんだ よ、ね、ニコ生あんまりって感じですもんね、うん、でほらベンチャーのさ、カワンゴとかはさ、もう株売って売り逃げたわけじゃん、だからもう役割終わったから、あとは角川にじゃあやれっつっても、角川がさネットノウハウを持ってるわけないじゃん、書店で、ね、だからもう伸びない、残りかすみたいな感じですよね。そう絞り取ることしか考えてない、まあ企業そういうもんだしな、だってカワンゴもさ、あの世界企業を作ろうって、っていう気はあったかもしれないけど、日本のシェアって結構でかいんだよ。ガラパゴス化してるし、マーケット一回取っちゃえばでかいから、だからもうここでいいやって感じなんだろうね、うん、多分あのスタジオジブリの方が楽しいんだろう、うん、絶対そう、絶対そうだよね。川上さんでしたっけ、そう、絶対そう、鈴木敏夫の側近やってるけど、でもきついよな、それで宮崎駿引退でしょ、手こ入れできないでしょ、これで手腕倒されると思うけどね。鈴木敏夫もなんかもう引退をほのめかしてるし、うん、いや引退するでしょ、うん、もう役割終わったもん、若い人となんか仕事のそれが合わないみたいなことを言ってて、そりゃそうだな、もうノリが違いすぎるもんな、うん、でも鈴木敏夫は本当に偉大だと思う。鈴木敏夫いなかったら多分無理だよ、絶対無理、あんなの回んないよ。鈴木敏夫とだから経営者もそうなんだけど、あの孫さんってメインに立ってる人だ、いや宮崎駿だよね、だけどソフトバンクの株が急上昇した時ってどっかの銀行の頭取やってた佐々木さんっていう人を引き抜いてからなんだよ。本田宗一郎も松下幸之助も全員名だたる経営者そうなの。その自分とは違って表に出ないんだけど実務に特化してる人間っているじゃん、そういう人を引き抜いて噛み合った時に企業ブワーっていくから、宮崎駿鈴木敏夫いなかったら多分厳しかったよ、本当に多分アニメーターで終わってただろうね。しかもさ、意外なのがさ、あのちゃんとその大ブレイクしたのって実はあの千と千尋とかからなんだよね、300億でしたっけ、うん、確か。っていうか、だからあの意外なのが、ラピュタってこんだけ浸透してるのに、ラピュタを劇場で見たって人いないんだよね。そうらしいっすね、うん、そうトトロもそんなに興行成績的にはよくないんだよね、うん、DVD で回収したんだよね、後から、ハンバーガーありだと、ナウシカ2は見たいと思います。やるにしても庵野しかいないじゃん、うん、だけどもう庵野がやりたかった情熱はないよね多分、うんうん、正直言うと今庵野に作らせてもダメだと思うの。あのチャキチャキの若い頃の庵野が作ったら絶対面白かったけど、うん、そうっすよね、結局エヴァンゲリオンで解消しちゃっただろうし、うん、新海誠の話題がとね、見たんでしょ。見ました。で、あれだっけ、あの、千尋超えたんだっけ、150億今。いや、超えてないです。超えてない、150億。150、そうです。150億、大ヒットで、どうなの？面白いの？自分は、うまくエンタメ路線に仕上げたなっていうのは思いましたね。だから時をかける少女じゃないの？大丈夫の？あれは違くて。いや、監督違うけど、要は時をかける少女に俺何の新しさも見出せなかったの。時かけはぶっちゃけ俺も細田守はダメでしょ。あの狼子供、はいはい、あれしか好きじゃないです。あれ見てないな、狼男。サマーウォーズもダメだったの。サマーウォーズ俺もだからそれも細田じゃん。だから俺はそもそもが
細田と新海がもうごっちゃになってるぐらい。だからあれと秒速何とかメートルの人だ。あ、そうそう。で、俺あれ大嫌いなのよ。あれはまあ確かに賛否両論っていうか。賛否両論じゃなく分かるんだけど、もうはっきり言ってクソすぎるんだよ。で、あの監督っていうだけでもう信用がないぐらい、もうなんつうの嫌いになっちゃってる、アンチになっちゃってるの。あれを見た瞬間、もうあれはひどいじゃん、はっきり言って。まあ確かに話的には正直まあ違うんだよ。別にもいいとは言えないけど。違うんだよ。違うんだよ。あのね、あれを見てる映画の層、映画、うん、あのファンがいるでしょ。要はあの映画をいいって言ってるやつは絶対キモオタなんだよ。でも俺でも結構好きっすよ。いや違う違う違う、いいんだよ。だけど結局幻想なんだよ。幻想でいいんだけど、アニメだから。でもさ、なんつうんだろうな、要はね、俺は作家とかミュージシャンとかに、うん、古い人間だから、昭和人間だから、作家とかミュージシャンっていうのは結局そのなんつうの、言わなくちゃいけないことを言う人だと思ってるの。思ってて、みんな思ってるんだけど、どっかその無理して言い聞かせて言わないようにしてる部分ってあるじゃん。それをもうアニメだからとか、これ歌だからっていう表現を使って、表現ですからって言い張って、要は活動する人とか、俺アーティストだと思うのね。でもそのあれはそのなんつうの、モテない、要は細田ってモテないと思うの俺。まあリア充だけど、いや細田見てないよ。モテないですよ。あの細田はリア充だし、奥さんもいるし、子供もいるし、超いいマンション住んでるの見たけど俺。だけどそのなんていうのかな、でも気象的には多分あの結構ネクラな、そう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 、モテないキャラだと思うの。むしろ仕事で成功して円満な家庭を築いたタイプだと思うのよ。だけどそのなんつうの、その要はね、要は恋愛弱者を食い物にしてるように見えたの。わかるでしょ、それ。そういうことか。そう、それは商売なのよ。アートじゃないんだよ。そこが許せないの俺は。で、多分あ、今の君の名もそれあるでしょ。ね、ないの。要は作品じゃないっていうことみたい。またそこ一歩超えて、超えてるんですよね、君の名は。うん、見ようかな。人かは向けてますよ。向けてる、うん、大丈夫かな。まあ秒速5センチとはやっぱり違いますね。新海の中では多分一番いいかなって思いますね。だから、なんで宮崎駿好きなのか、なんで庵野が好きなのかって言ったら、結局、権力に潰されたじゃん、彼らは。しかも、大衆受けしなかったんだよ。今だからチヤホヤされてんのよ。アカデミーがどうのこうのとか、エヴァって。だけど、ほんと2チャンネルとか見ても、庵野死ねって本当に書かれてたんだよ、俺が知ってる頃。で、宮崎駿なんか、どんだけいい作品作っても評価されなかったし、その、なんつうの？それこそ劇場でラピュタ誰も見ないとかなわけじゃん。今だからラピュタいいって言うけどさ、それは、後になってゆっくり広まっていって本当に評価されたわけじゃん。本物だから良かったね、だろっていう話であって、どうなんだろうなみたいな。君の名は見てないけど、俺も見てないんだよね。だからその見るべきなのかっていう話なんだよね。その秒速5センチメートルを見た時に、わかるよ。その世界観も良かったし、絵も良かったんだよ。だけど、あんなことあるか？要はストーリーっていうか、その女の子と男の子のそのセリフの掛け合いとか見て、どうなのっていうのはあったのよ。なんだろう、やっぱ確かにモテない男が美化してるというか、要は完璧な理想像というか、俺の好きな純愛でしょ。そうですね。でも男と女ってこういうもんだと思ってんの、俺はね。結局、それも含で、要は綺麗なところを見せすぎてて、俺恋愛ってもっとドロドロしてるところも面白いと思ってんのよ。うまくいかないこととか、嫉妬とか、ね、浮気だとかもそうだし、ね、こういうことが起こるわけよ。で、おそらくなんだけど、あの作品は、その最後にそれをちょっと表現したの。最後の最後に。要はバタフライエフェクトと同じ終わり方をさせたんだけど、
でもバタフライエフェクトはちゃんと葛藤を書いてたわけよ。なぜあそこに至ったのかとかを書いてたんだけど、結局だから俺だよ、俺は管巻くよ新海さんについては多分好きになれないと思うんだよな。どうなんだろう。でも恋愛じゃないって言ってたよね。あ、その俺はだから恋愛もでしょって言ったけど、恋愛じゃないっすよって言ってて、まあ、うん、結構スピリチュアルな描写とか、うん、もう後半やっぱり出てきたりしてて、うん、まあ、そっちの方向で楽しめるかなっていうのは結構ありましたかね、うん、単なる恋愛ものではないのかなっていうのは、うん、あ、絵はね評価してるの俺。背景のあのトレースなんだけど、トレースをあのアニメーションに使った技法は俺評価してるの実は。あれはいいんだよ、うん、ただそれって多分でも背景さんの仕事だからアニメーターの新海さんは。アニメーターっすね。アニメーターなんだ、はい、秒速5の後の男性が大人になっていくまでのストーリーもあるよ。違うんだよ、映画っていうのは2時間でやらないとダメなの。要は2、3っていうのは一応見た人のファンを追っていく形じゃん。だからそのなんつうの、だからナウシカ2はナウシカが前提となって次を見るわけだ。わかるかな言いたいこと。もう1であれをやっちゃったら2時間でみんな頑張って収めようとするわけよ。どうやったらこう2時間の中で起承転結で一旦区切って、で2の難しさがあるんですよ。1ができ、1で収まらなかったから2でやります。俺ちなみに3見てるからね。俺3まで見て言ってるからね。確か1、2、3あったよね。ありましたね。だよね、はい、で俺が言った3っていうのがそのあの終わり方っていう意味だよね。要は踏み切りかなんかで最終章っていうか最終章みたいな、だから見てるんだよ俺、うん、そう、うん、あれ見てよ東京ゴッドファーザーズ。ああコンサートし、うん、見た、いやいい、めっちゃいいぞ、うん、めっちゃいいぞ、泣きそうになるよ本当、うん、だからそうなんだよ、コンサートしが生きてたら多分ね新海は出てこなかったんだよ。絶対そうなんだよ今だから、押井守るとコンが現役でやってる巨匠になってるはずなんだよ。もう押井守るしかいねえじゃん。で、押井もそろそろ引退するぞ、多分。いや、もう。もうきついでしょ。あの、アニメ作らせてもらえてないから。いや、作らせてもらえてないんじゃないと思うよ。多分もう本人が作りたくないんだと思うよ。実写の方行きたいんだと思うよ。もともと実写。でもやっぱ作りたいとは言ってました。あ、言ってんの、うん、だけどやっぱ工業成績的に、もうこけてる。こかすの得意だもんな。多分広角機動隊ぐらいしか多分作らせてもらえないか、回収してないんで。あとはスカイクラウンポシャったの。ポシャりました、ポシャりました。あれはマジか、回収できてないですあれ。まあおしりさんってそういう作家だもん。でも人狼とかいいんだけどな。人狼はやばいっす。いいねえ、まあねえ、まあでもそういう作家だよ。だから高畑勲だよね。あ、かぐや姫は見ました、うん、この前。やばいでしょあれ。あれは、あっていうの。もう映像表現がやばすぎるよね。やばいです。あそこの、うん、なんか一生懸命、なんていうか。そうそう、かけてくるときは服脱げてく描写とかさ。あそこの作画とか、あれ多分、普通のアニメーターじゃかけない、ね。無理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 。宮崎が稼いで4倍の金を投資して溶かすっていう。宮崎が稼いで高畑が溶かすっていう。でも俺、あの二人の関係、ウィキとかでさ、いいじゃん。その、先輩だって言ってついていって、で、裏切って、その、一緒に会社やろうっつって移転して、ね、左翼運動やってて、で、パクさんがね、引き入れて、で、その、自分が監督初めてできるっていう時に裏切ってパクさんを出るんだよ。で、その時にパクさんの右腕とか全部引っこ抜いて、裏切ってんだよ。だから、アンノと同じことやってるの、宮崎駿って。で、パクさん怒らせてるけど、パクさんお願いします、パクさんいないとできないっすって言って、スタジオジブリなわけじゃん。だから、そういう信頼関係があるから、絶対切らないんだよ、宮崎駿って。高畑勲。だから、感動しない、そういうの。確かに、まあ、宮崎駿の、まあ、したたかさっていうか、そう、頭いいんだよ、うん。そういうところもやっぱりないとダメなのかなっていうのは、やっぱ。ありますけどね。だからなんか本当にそのアニメーターとしてそのやってる人って、その宮崎駿ももちろん神レベルにすごいんだけど、実はアニメーターとしてはその高畑勲の方がすごいことやってるって言うもんね。あ、作画とかその新しい表現とか、う
なんだっけ、なんとかのホルスでもう映画作れなくなっちゃったんだよね、あの二人って。そう、あのコンビ、あれで大送りしたらしいよ。モネさんまたね。うんうん、初見さんいらっしゃい、チュアンさんいらっしゃい、うん、オツです、何オツですって、うん、皆さんまたね。え、どういうこと、なんでみんなバイバイしてんのなんか話に夢中になってたらなんかみんながなんかそうそう、 あんまりやっぱオタクの話ってウケないのかな。めっちゃ面白いんだけどな、ね、はい、テルチありがとね、また来てね。いや、テルチ、あ、そういうことか、テルチに挨拶してんの、優しいよね。リスナーがさ、一人また来るねって言ったら、こんだけまたねって。ふわっち、なんか、あったけえな、あったけえな。ふわっちのリスナーめっちゃあったけえじゃん、すごいね、こんなのニコ生、もうキャスでもねえぞ、ね、すごいな、これね、あったけえ、あったけえな、新しいな。でも俺あれだよね、基本的にやってるサイトのことは褒めるからね気分屋だからニコ生でやってたらニコ生褒めてキャスディスるし、キャスやってたらニコ生ディスるしって、そんなんだもんね。いや、それが面白いんだ、それがまた面白い。そう、キセルさんいらっしゃい、フォローありがとう、うん、ニコ生ではなかなかないよね、うん、多分距離感が近いんだろうね、うん、なんか、99名、お、もうすぐで、あと1人増えたら100だ、アクティブ100だぜ、すげえ。笑っちゃうよね大手じゃないですか、大手ではなくない、純大手ぐらいの、でも、うん、実力だよね。いや、どんどん伸びますよ、これこれいいね、ほんと。だって8位にいるんだもんね、すげえ。で、800でしょ、朝の800で、うん、で、この800がカウントされる1600になるんだよ、多分。だから、ほら、この辺に入っちゃうんだよ。全然いけるじゃないですか、このレベル。そう。で、しかもリスワンランキングって、その、1位取ると1万円くれるんだって、キャスが、フワッチが。うん、すごいよね。うん、ストロングゼロさんいらっしゃい。いいですね、やりがいめっちゃありますね。ね、うまいんだよね。ワズさん太ったね。太ったんだよ、アメさん。なんか仕事始めてからね、10キロぐらい太って、ガリッガリだったんだよ、俺、キャス行った時。いや、今見たらびっくりするよ。ちょっと見せてあげるよ。あのね。でしょ、頻繁に会ってるから分かんなくて、頻繁に会ってる人は分かんないんだけど本当に一回痩せた痩せたって言われたんだけど、本当に痩せたんだよ、体重的にね。ちょっと待って、ライブじゃなくて録画どうやって見るんだっけ、アカウントメニューじゃなくてライブ履歴で結構前のに遡ると、ほら、ほら細でしょ、めちゃめちゃ細いんだよ、ほら。何かありました、だから食いまくってんだよ今。あー、そっかそっ か, そっか。で、この時は飯食えない飯食えないって言ってたの、これなんかこれどう思います皆さん、俺これ、しかもこれ何月、8月6日だから、2ヶ月前、2、3ヶ月でこんだけ太ったんだよ俺、だから体重増加増減すごいんだよ、見えてた今これ、これ2ヶ月前だよ、全然違うでしょ。だから太ったんだよ、俺。え、見えてなかった？うん、細、見えてたか。これキャスで2ヶ月前。だから激太り、本当に。激太り。ニコ生をリアルな閲覧数出せばいいね。絶対出さないだろうね、ニコ生は。多分出さないと思う。そこまで細い。いや、それが全然細くないんだよ。あの、要は顔がシュッとしてるだけで、体が絞り始めて、筋肉はあったんだよ。そう。あと俺顔歪んでるから、太るとね、こっち側だけね、ぽっちゃってなってて、うん、こっち側、なんかね、だからマー君にやられずれてんだよ。マーク。2ヶ月で太りすぎだよね、ちょっと。人が違う。そんなに痩せてたのは2ヶ月前だよ。ね、確かにね、全然飯食えなかったんだよ。キモいかな。まあ、ヒゲがないのも印象であると思うけど。え、でも、ヒゲあった方がいいっすね。うん、ヒゲはあった方がいい、俺は。うん、若い頃から見えますね、うん、まああの、そうしてるからここだけは太ってるけど、ここ出すとね、あの、結構汚らしくなっちゃうから、短くしてね、いい感じっすね、あの引けは、うん、相変わらず下げてますから、何ですか相変わらずってやめてくださいよ、うんうん、一回詐欺で捕まるともう一生言われるからねもう一生いじり倒されるからね、もういいじゃんっていう、もうオーバーキル、うん、オーバーキルだよ、ね、本当にオーバーキルだよ、ね、ライフゼロだからで実際どういう状況で詐欺ったのかとかさ、知らない人ばっかりだからね、もうだから
芸能人とかもっとなわけじゃん。ベッキーもオーバーキルじゃん、あれ完全に。いやもうかわいそうかわいそうだよね、あそこまで行くとね。男の方もっと攻めろよって思いますよね。いやーよなー。だしさ、あのぶっちゃけた話さ、浮気をされた奥さんだけじゃん、言っていいのは。そう思わない？で、旗から見てる人が言うことじゃないじゃん、浮気して最低とかさ。ほんとオーバーキルだよね。龍也さんいらっしゃい、こんばんは。いいね、ペカランプ。うん、マー君、もう2年間ぐらい刑務所いるよ。部屋変わってない、セット組んでるの。ほんとはね、間接照明つけてやってるんだけど、今日はレクチいるから。普段はね、これに、この上の蛍光灯消してやってるの。いい感じっすね。これ1500円だよ。え、そんなに？そう。1万円くらいするんだよ。で、アマゾンでこれ買おうかなって迷ってたの。あの、甘木もらった時、見つけた。1500円で。超運命だと思った。おしゃれ。うん、いいなぁ。いいよね。うん。まあ、有名勢だよなぁ。その分いい思いしてるもん。ああ、うん。だって、冷静に考えると、配信やって遊んでるだけでさ、7万円くらいプッシュもらうわけじゃん。うん、普通に考えたら、はって思うもんね。うん、まあでもそれだけやっぱり評価されてるっていうか正当なあれだと思いますけどね。そうだよね、うん、いいことも悪いことも同時に来るんだよね。だから放送その分の見返りだと思えば全然。あ、ごめんね、うん、勝慎太郎っぽく佐藤一勝慎ってほんとこんな感じだよね。うんカツシンとほっぺたぷっくらしてるのかっこいいんだよな。なんだろうな、あの昭和のさ、三船敏郎とかさ、なんなのあの風格。うん、あの渋さ。顔のシワとかもすごいじゃん。ベッキー、正統派で金もらってたから、あー、だから俺は昔のベッキーが好きだったんだよ。下ネタガンガン言った頃の。あれ、でもそれも商売じゃん、でもぶっちゃけた話言うと。ロハコさんはロハコさん風格でかいなとは思うけど、うん、あとねこれはね、あの配信者の坂なんだけど、突発的にこの80とかをパンっていくことがあっても下がるんだよ、トークしてても。俺のトークスタイルってやっぱそうなのよ。それはもうしょうがないと思ってるの、雑談のスタイルとして。なんか要は込み入った話をしすぎてるんだよ。要は大衆受けする話じゃないんだけど、でもふわっちは閲覧がなぜか減らないのよ。こうぐーって上がってきてキープするの、うんうん、だからずっと楽しいわけじゃん。昔みたいにやめ時が分かんなくなるっていう。あ、でもその方がいいっすよ。そうそうそう、やめてもらえ、ずっとやってたくなるんだよ。リスナーもやめてほしくないんで、うん、基本的にはでしょ。ずっとやってもらいたいっていうのがあるんで。だからニコ生の枠切るときって次枠やろうかなとかいちいち言ってたでしょ。そうか、これもう もうやめたいんだよ。やめるか続けるかっていうもうそうっていうかもう切りたくないんだよね、ずっと見てくれるから。波動さん見るとロハコさんしか無理。まあそうだよね。だ10ヶ月前の話だけどね。やっぱそれだけの事件だった。いや俺はあそこでキスしたら絶対行くと思ったもん、うん、絶対暗黒受けはすると思った。あれはもう間違いなく正解だったって、うん、だよね。配信者として正しい。それをサメさんが潰したんだよ。俺だからあの流れでサメさんに潰されなかったら俺絶対暗黒ファミリーで可愛がられてたと思うよ。俺もうみどりさんと何回か会ってるから、暗黒みどりさんを受けするのと暗黒受けってあるじゃん、うん、可愛がられるつも分かってたから路線変更しようと思ったけどダメだったね。持ってなかったよね。いや行くでしょ。売れるためだったら行くでしょ配信者は。うん、ただロハクさんがちょっと食い気味だったのがちょっと面白かったんだよな。あれちょっと俺はちょっと躊躇してるんだけどロハクさんクイックで来るから。マジか。しかもね俺フレンチキスだと思ってたのに、うん、がっつり下入れてきて。そうだよ、フレンチの流れじゃんあれは。絶対花火ありがとうフレンチの流れだと思ったらがっつり下入れてきてね、うわ来たと思ったけど俺はもう配信者だっつって舌を出して追いかけようとしたらロハコさんが離れたから、なんか俺も舌を絡ませてるみたいな感じになってるんだよ絵的に。いや結構濃厚な絵になってる。なっちゃってるでしょ。違うんだよ、あれはロハコさんがって舌入れてきてマジかと思って行くぜと思っ
ったら俺がベーってやってるところで引きの画面だからキツってなってんだよあれ。うまい具合に駆け引きみたいになっちゃってる。絡み合ってる感じになっちゃったんだよ。絡み合っちゃってるっていう、うん。キスは芝居じゃないの。あれはみどりさんの振りなの、うん。俺が小芝居入れたのは、要はもうロハコさんが叩かれすぎてて、柏木も悪いのに、なんか、かわいそすぎたから、かばおうとしたのよ、うん。で、ゲイっていうキャラなら、もう俺と恋人だったって言ったら絶対ウケるから、だから即興で乗っかるから、もし詰められすぎててあれだったら、パスしていいからね、とは言ったの。そしたらみどりさんが、もう、みどりさんの心にドストライクになって、もうずっとロバってんだよ。カメラロハコさんに向けて。っていう流れだね。そうだったんだ。で、キスしろ、キスしろの流れだから。うん。ごしゃぶ台本じゃないよ。なんか、柏木、あ、そう、柏木復活すんだよ。あ、そうなんですか。そう。ツイッター始まってる。ちょっと楽しみなんだよね。どういう感じで、あいつ台本書くのうまいから、柏木は。うん。あいつ才能あるよ。悪いけど汚い絵面だった。まあそりゃそうだろう。やっぱ暗黒系は間違いなくしましたよね。うん、するよね、うん。だからあの路線で行きたかったんだけどな。まあでもバレてたよな。キャラ違うなこいつっていう空気的に。ゴロリさんとかめっちゃガチで信じてますけど、ね。ゴロリだって裏工作ずっとしたもん。だからあれ裏工作だった。知ってるよ。だから緑さんが来るだ。俺は出しゃばりなのゴロリさん知ってるのよ。うん、要は売名の和道って言われてたから、うん、だけどゴロリさん車に隠してください、うん、今日暗黒出たくないですって言ったから、うん、あれみたいな、そうなんだみたいな、俺の車乗っていいよみたいな、ゴロリさんもう辛いっすよとか言って、もう小芝居、もうゴロリさんもう裏で騙してるから俺。いやそれはちょっとだから配信2人で見てるわけだ、うん、その時にそのロガン僕とワイドワイさんのものは付き合ってたんですねって言ってる時に、本当なのワドって、もう俺もうそこで泣きの演技してるから、バレたくなかった大丈夫だよとか言って、ゴロリさんが大丈夫だよワドみたいな、俺なんか守ってあげるからみたいな、嘘つけとか思って、そっか、そう、だからゴロリさんは手のひらでゴロゴロ転がしてたよ俺は。みどりさんは信じてたけどみたいな感じですか。いや、みどりさんもゴロリさんもガチだったらしいよ。あ、そうだったんですか。鮫島さん普段どんな感じ？あんな感じ。でもね、優しいよ。言葉口調は荒いけど、ね、配信のことばっかり考えてるね。カメラが回った瞬間、やっぱギアが2段階ぐらい上がる。うん、やっぱ配信者だなって、かっけえなと思った。めっちゃ切れますよね。切れるっていうかね、なんかね、乗るんだよね。海老蔵さんもそれ言ってた。鮫ちゃんはカメラ回った瞬間ギア上げるよね、みたいな。うん、あのね不思議なのが、鮫島嫌いみたいな配信で絶対あるじゃん、うん、その配信上では鮫島やめとこうぜみたいな、うん、だけど裏でカメラ回ってないとこ飲み会とかして、鮫島さんいいよねってみんな言うの。鮫島すごいよねとか、鮫ちゃん面白いよねっていう、だからなんつうの、鮫島さんのこと本当に嫌いな人っていない、配信者で、うん、本当にみんな好きなんだよ実は。だけど言いづらいみたいな。さえさんいらっしゃい、初見さんいらっしゃい、うん、そう、配信の波作んのうまいし、乗っかるのうまいんだよね、うん、あとこれは結構ガチなんだけど、配信上ネタとかじゃなくて、リスナーディスったらマジ許さない、プライベートでもある。へー、マジっすか。基本的にそう、要は配信者はとことん叩いていいんだけど、あの人の中で自分のリスナーディスとか、うん、リスナーに対して歯向かったらマジ切れするから、だから信用されてんだと思う、あそこのリスナーに。確かに一体感っていうか、なんかあるよね。ありますよね。うん。だから一定のリスペクトがあるんだよ、鮫、うん、島さんは。うん。あのね、暗黒は台本ありきっていうか、まあ台本書いて面白いんだったら台本書いていいと思うよ、俺。うん、正直言うけど、うん。うん。台本書いて面白いんだったら台本書くべき。で台本書い、あのね、台本書けないから、はっきり言って。台本なのか本当なのか分かんないぐらいのちょうどいいバランスをかけるっていうのは実はスキルなんだよ、配信者の。それを天然でやってるっていうのがすごいですよ。天然じゃないよ、もうみどりさんなんかすごいよ、うん、だからね、俺はね、配信者でエミさんが一番かっこよかったね。ミーティングするわけじゃん、ミーティングだよ、本当に顔合わせてどういう流れで進行しますかとか、うんうん、どこまでやっていいですかってやるんだよ、うん、エミさんはすごいかっちりやるんだけど、うんうん、かっこよかったのが、うん、うん、うんってミーティング10分ぐらいして、うん、わかったっていうか、
アドリブで行こうって私が面白くしてあげるからワド大丈夫だよってかっこよかったんだけど、この10分のミーティング何だったのみたいな。かっこいいんだけど面白いんだよね、その天然感で。エミさんっぽいっていうか、うん、大丈夫だよって、私がアドリブで行こうみたいな、うん、じゃあ何のためのミーティングだったんだよみたいな。エミさんかっこよかったね。でも打ち合わせの意味全然ないっていう天然も出してたし、うん、和道さんのことは信用できないタイプですね。いや別に信用しても信用しなくてもいいよみんなが笑ってくれてみんなが暇つぶせればそれでいいんだよ。確かにその精神は本当感じますよ。あのね、うん、もう配信者ってそのタレントになろうとかじゃないんだよ、うん、もう所詮暇つぶしだから、うん、ただ俺はこの暇つぶしを軽く見てないと思うの、うん、だからもっとなんでもっと評価されないんだろうなっていうのは本当に思いますね、うん、いつも和田さんの配信見てて。俺ねでもねこれはね子供の頃から言われてたけど、うん、どんなことやってもお前なんかうまくいくよって、うん、大物になることあるだろうって、うん、で変われるのは結構可愛がられるし、うん、あのなるけどお前がぶっちゃけ花開くのは 4,50 代だよってずっと言われてる。これは何やっても言われる。要は生意気に見えると、お前の言ってることとかで賢いんだけど、そこは本当に賢いやつはお前賢いよって、でも本当に賢いやつは下手に出るんだって。要はノーアル高尾は爪を隠すね、お前は思ったこと全部言っちゃうから反感食らうんだ年寄りにって。そこがまた見どころというか、うん、いいと思うんですけどね、うん、分かんないけど。だからビートたけしに似てるんじゃない。その若い頃って叩かれてたじゃんすごく、うんうん、だけど世代が変わっていくと要は年齢層も変わっていくわけじゃん。要はジジイババア死んでいくわけだから、うん、なんか変わるんだと思うよ。 YouTube で見たんだけど部屋の中で女の子の配信してたな、ルリだね。ああいうのは台本、女の子は薬飲まされたとか言ってたやつ。あのね一個だけ言っといてやるよ、うん、あのね俺が台本か台本じゃないか俺話すことできるけど、あのお前ら面白くなくなるようなことは俺は言わない、うんうん、好きなように解釈するんだよ、それが配信だよ、うん、でもし本当にそれが聞きたいんだったらオフ会に来なそ, そういうのを話すのがオフ会でしょ。要は配信を聞いてあれどうだったのっていうのは飲みながら聞くもんだから、配信上であの知りたみんなそれ楽しんでるわけだから、ここで聞くのは野暮だよそう、え、あ、どうぞ。浅井さん鍵開けてる。あ、マジトーク力上がりすぎててビビったわ。もう3年やってっかな、なんだかんだ。リッスお疲れっす。どうした、お疲れ様です。どうぞ。どうしたの。どうもしないよ。なんかな、なんか言おうと思ってたんだけど、なんか、思い出した。おさいさん、新しいね、これバッグ。いいじゃん。バッグ新しくなかったわ。ボロボロだったわ。これ、初めて見た。リックサック。いや、これ、靴が入ってる。おう。今日、疲れてるでしょ。ん？いや、もう、寝る時間が少なすぎる。ああ、そうなの。それで疲れてきたよ。なんか、でもこれからが、これからが頑張らなきゃいけない。今、疲れて頑張るんだな。いや、でも、いやそれで何だったかな、そうだ、さっきのあのまだあの途中になったんだ、心と感情と表面意識の話だ、ちょっと違うんだな、それをどういうふうに変えるのかな、音楽家の人は何を作ればいいか、ああ難しくできないかな、できないの音楽だから、人にあの人と人の絆が分かるものを作れたから、だから、そっちだ、なんだ、その辺浅井さんミルクティーさ、ほら、さっき忘れてた、飲んでよ、
感情、表面意識が一つであると感じられるもの、感じられるものを作ることが、これからの音楽家の目標であって、それは それを最初に作ったのはこの前、はい、寺田さんが、うん、何か喋ってる時にギターでつけた、はい、あれが最初にできたもので、あ、でそれで、はい、あの二席の総務に言った時にかけたのは寺島さんの歌ってるものだったけれども、それっていうのは心と感情と表面意思は一つであると、向こうの話してる人にあなたは意識で送ったんで、それは未来音楽だと向こうは理解してた。私はだって従来の音楽を聴くとみんな具合が悪くなるっていうか、みんなが期待したことは起こらないけれども起こらないの？みんな期待、みんなが期待したことは起こらないの？音楽聴くと体悪くなったらダメでしょ。多分音楽会社の売れ行きをしてくる。でそれで、ある程度起こったところに新しい音楽は出てくるけれども、うん、それある程度起こってなきゃ誰も振り向かないんで出てこないな。だから何年後か私には分からない、うん、とりあえず浅井さん1曲歌おう、うんうん、1曲1曲歌おう、うん、朝みたいに、うん、何か歌おう。だから半年後ってあなた言ってるよ。だから半年後にここで何か音楽を鳴らしたら、うん、その音楽が売れるから。半年後音楽売れるの？そう、ここで音楽を鳴らしたら向こう聴いてる人がいいなと思って。本当に？でそれでここでお金がコロッて こっちで。お金返ってくる？ここじゃないよ、こっちの方にコロッと。レガシーが金持ちだから。いいねいいね。いいじゃん。そっかそっか。あ、うん、私さん今から仕事をもしかして？いやいや今行くんだよ。だからこれ背負ってる。え、寝てないでしょ？大丈夫なの？いやそれね、今日は割と具合が悪い日っていうのは、うん、ここに立ってても右に進むべきか左に進むべきかが分からないと悩む、働きすぎ、悩んでるうちにここに倒れるってことがある。それが疲れてる時に。今日はどっちに進むかまだ全然分かってんで、まだいけるよ。あんま無理しないでね。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ、そうだ、明日に行くんならいっぱいあるから持ってってよ。あきは家の前に浅井さんに言わそうと思って貯めてたから。あきはひろ行くんでしょ？あきはひろ、いや、タックに行くんだよ。え、あきはじゃないの今日？タックに行く。タック？あ、タックは
あ、ジムに行くんだ、今日は。うん、よかったです。ジムまで行って、それから時間が始まるんだよ。え、すげえな。すいません。ちょっと待って、あれがあるから。今からジム行って、そっから仕事。なんか資本主義がもう崩壊してるわ。資本主義が崩壊してる、本当に。もうだからもう本当にね、あの人はね、あれだな、神の領域にいるな、本当に。稼ごうとか人から奪おうとかが一切ないもんね。もうあんな人見たことない。もしもし。もしもし。あ、窓だよ。配信中にごめんなさい、ね。あ、いいよいいよ。あの、のりこさん、いい加減にしてもらわないと、私、警察沙汰にしますから。うん、何を、うん。どうぞご勝手に。かなり煽られてるし、住所さらすとか言われてるし、客ってあるから。そんなもん相手にされないから、ご自由に、百飛ばしてください。いや、俺の家に警察来るの嫌なんだけど。私は警察沙汰にするから。そんなもん取り扱ってもらえません。残念。民事でやってください。そんなこともしんないのか、バカ。聞こえてんのか。こんなの刑事で扱えると思ってんの。おめえと話してねえよ。かけてくんだよ。聞こえてんだよ。47にもなってよ。ふざけんな、バーバア。子持ちのバーバアが盛ってんじゃねえよ。更年期直してから来いよ。うるせえよ。ね、聞いちゃったの？ねえ、更年期。精神病早く行ってこいよ。ほら、ほらなんか言えよ早く。子持ちのくせによ。何、旦那と別れたの？そんな性格悪いから離婚されたんじゃねえの、おめえ。お前の性格が原因なんで。クソブスだ。デブ。黒豚。早く警察呼べよ。何黙っちゃってんの？ね、聞いちゃったの？ね、
聞いてる、あ、聞いてる。え、泣いて、はい、泣いてください。ワドさん、ごめん、ワドちゃん、ごめんね、とか言って、泣けば早く。泣けば済むと思ってんの。お前が警察呼ぶって脅迫してんだからな。早く呼べよ。脅迫してんのそっちだぞ。ほら、何黙ってんだよ。言いたいことがあんだら早く言えよ。ないんだったらとっとと消えだよ、この豚。黒豚。クソ埼玉の黒豚。田舎くせえんだよ、今やろ。何がワドちゃんだよ、気持ち悪いな。今から田舎からわざわざ出てきて、キーホルダーごときでよ。家までとっとする気かよ。気持ち悪いな。お前ストーカーかよ。何黙ってんだ、早く言えよ、早く。言いたいこと終わりました。ほら、じゃあお前のターンで言ってみろ。ほら、お前と話したいんじゃねえんだよ。誰と話すんだ、わざわざトツ来てよ。トツしてんだろ、早く。ほら、放送に乗ってんだろ。ほら、早く言えよ。ほら、お前のターンだっつってんだよ、早く話せよ。はい、お前のターン。はい、どうぞ。ないんなら切れよ。うぜんで、放送中にや。スルーできないのかよ、放送中なんだから。黙って見てろよ、嫌なら。嫌なら見んなよ、このクソ豚。わざわざ見に来てどうしてんの？嫌なら見んなよ。ほら、お前のターンだっつってんだろ。なんか言えよ、早く。うん。ほら、5分も無駄にしてんだぞ、こっちは。配信に。ほら、早く。詫び入れろよ、じゃあ。なんで俺の詫び入れなきゃいけねえんだよ。いけねえんだよ、じゃねえだろ、この豚。早く、お前のターンだっつってんだよ。なんか言いたことあんなら言えよ、早く。取れんだよ、クソ豚。取ったと話せ、こら。何が言いたいんだよ、わざわざかけてきやがって、放送中には。早くお前のターンだっつってんの。言いたいことがあるんだよ、切れよ、早く。はい、切れ。切れ、豚。クソ豚。デブ。おい、聞いてんのかよ。返事しろ。クソ豚、おい、埼玉のクソ豚、おい、早く、お前のターンずっつんだよ、早く、喋れよ、なんか。とっとと警察呼べよ、ほら。クソ貧乏がな、弁護士雇ってこいよ、早く。こんなの刑事で扱えると思ってんの？低能だな、お前。中学出てんのかよ。あれ？あれ？あれ？あれあれあれ？黙っちゃったの？ねえ。あれ？どうしたの？泣いちゃった？あれ？泣いちゃったかな？あれ？泣いちゃって、ワドちゃんごめんね。ワドちゃんごめんね。とか言うの、後で。ねえ。泣き入れてくんの？散々言っといてよ。こっちは3回もまび入れてやっただろうがよ。4回目はねえっつってんだろ？早くほら、言えよ。なんとか言え、何聞いてんだよ、ほら。お前のターンだっつってやってんだろ、ほら。ターン与えてやってんだろうが。どんくせえなぁ。だから埼玉なんだよ、ノロマ。早く喋れよ、ほら。クソデブ、早く喋れよ。何やってんの、バカじゃねえの。配信中だよ、ほら。7分も無駄にしてどうしてくれんだよ。喧嘩とつかよ、お前。バカだ。喧嘩とつなんか受けてねえんだからな。いい加減しろよ、この豚。ほら、早く言えよ。
お前のターンだっつってやってんだろ。みたいこと。だからお前のターンだっつってんだよ。早く言いたいこと言えや。全部録音させてもらってるんで。はい、どうぞ。録音がどうしたの、ね、録音してどうしようっていうの、警察でも持ってってくるの、ね、ねえ、持ってきますよ。家ならそんなサイト見るなで終わりだよ、バイカ。知らねえのかよ、ね、てえの。法律学んでから来いや。まあ、バカだからな、法律を学べねえと思うけどや。こんなの刑事で、警察持ってって刑事で取り扱ってると思ってんの？バカじゃないの。民事でも扱えねえよ、こんなの。ただの芝居喧嘩だと思われるだけだよ。あ、そうですね。そうですよ。そう思っとけばいいでしょ。そう思う、思うも思わないも、実際そうなの。早く持ってけよ、ほら。あ、今すぐ持ってけ、早く。言うことないなら切れよ。8分も無駄にしやがって、もう9分だぞ、お前。喧嘩取ってやってんじゃねえんだぞ、早く切れ、バカ。お前が喧嘩取ってやってんだろうがよ。お前がかけてきたんだろ、何寝ぼけたこと言ってんだよ。お前に用事があってかけたんじゃねえんだ。じゃ、どこにかけてんだよ。名前出したじゃねえかよ。お前から名前出しただろ。ほら、お前のターンだってずっと言ってやってんだろ。ほら、言いたいことあんだ、早く言えよ。ねえならもう黙ってないんだ、早くとっとと切れよ、ほらよ。うるさいんだよ、このクソ豚。最低のクソ豚、くせえんだよ。ほら、切れ。うるさい、切れ。配信中だよ。はい、切れ。邪魔。お前邪魔。デブのくせによ。デブなだけで邪魔なのに。配信まで邪魔すんなよ、このデブは。はい、切れよ。何回お前のターンやってると思ってんで、言いたくてあんなら、はい、切れよ。あれ、警察持ってけ、今すぐ持ってけよ、こんなとこでうだうだしてねえで。ほら。何やってんの？何が言いたい？何がしたいの？お前、バカなの？バカだわ、ほんと。ほら。お前じゃ話になんねえわ。だから警察行くんだろ、警察と話してこいよ、今すぐ。喋んないの、一つかけてくんなよ、用もないのにや。もう配信的に面白くねえんだよ、こんなの。俺は11分だぞ、お前のターンだってずっと言ってやってんだぞ、ほら。時間やってんじゃねえかよ、早く言えよ。何黙ってんの、早くほら、とっとと録音してんだろ、早く行けよ。今すぐ警察行けよ。何ノロノロやってんだよ、ノロマ。ノロマデブ。はい、埼玉のノロマデブ。早く泣いて、ウズちゃん助けて、とか言うんだろ、早く。いいや、早く。頭悪いんだからな、喧嘩タンクしてくんね。だいたいお前から言ってきたのかな。わざわざ配信中に一つまでかけて。ほら、なんか言えよ。何黙ってんの、とっとと切れよ、早く。邪魔。邪魔だよ、ほら。配信の邪魔すんな。和道さんの配信の邪魔してんのはお前。はい、切れ。邪魔だよ。はい、切れ。お前が切れば？はぁ？ここ和道さんの枠だけど。だから？切って言って。
じゃあ切りまーす。さよなら。二度とかけてくんなよ、デブ。かけちゃった。はい、さよなら。俺ね、やっぱりね、新海誠は、やっぱ苦手なんだよ。あの、秒速5センチメートルで。はい、マジじゃん、あいつ。何なんだよ、気違い。いや、でもやっぱそこは、食わず嫌いってとこやっぱ。いや、俺もそういうとこある、正直。はい、見たら見たで、はい、新海いいじゃんみたいなとこあるけど、はい、俺はね、やっぱね、その、ちょっとなっていう、もうちょっと背中を押してもらいたいっていうか、うん、いや、見てよ、みたいな。これは逆に。やっぱり、うん、ノンタンと一緒に見に行くことをおすすめします。これは、本当に。新海誠いいの？どうなの？見た？みんな。神ですか？本当に。そんな良くないって言ってなかった。そこまでは。あ、ザコ消えたわ。ザコ！ザコ消えた。コメントすんなよ。俺はやっぱ昭和時代のアニメが好きなのかな。もう巨人の星とか。いや、巨人の星とか、まあ、昭和後期っていうか。そうですね。銀河鉄道とかね。あ、スリーナイン読んだことある、うん、ないんですよ。面白いよ、うん、普通に。うん、面白い、普通に。まあ、新海誠って何って話になるか。そっからか。なるほどね。あ、124名さんいらっしゃい。どうも。いらっしゃいっす。お疲れ様です。こんばんは。サチさんいらっしゃい、こんばんは。モネさんいらっしゃい。なんたらの庭だっけ、あれから評価。なんたらの庭って何？ああ、そうですね。ああ。そういう作品があるの、ありますね。うん、俺ね、ぶっちり話言うと、ジョジョの奇妙な冒険はめちゃめちゃ時間かかった。あの、わかんなかった。うん、要は、ジャンプ読んでた頃に、空城の3部ぐらい、あ、4部だ。うん、第4部の、うん、なんか、なんだっけ、あの、うん、ね、猫の、うん、猫の、うんやつを、ね、なんだっけ、やってたんだけど、うん、それをね、うん、なんだっけ、見てて、絵は綺麗なんだけど、世界観入ってこないわと思ったけど、最近読み始めたのね、ここ1年ぐらい。うん、言葉の葉の庭。言葉の葉の庭。うん。4部は、あれだよ。だから、ジョータロー、あ、ジョースターの、ん？なんだっけ。要は、目かけの子供。うん、甥っ子になるんだっけ、おじさんになるんだっけ、うん、なんか分かんなかったけど、うん、そうそう、ジョの6部の終わりのパラレルワールド、うん、俺6部ダメだった、うん、もうジョリーンはダメだった、うん、やっぱ3部のあれくらいの世界観と、よ、俺が一番好きなのは4部だね、やっぱ岸辺露伴とキラが好きだから、うん、ジョスケも良かったし、うん、主人公っぽくなくて良かったよ、うん、4部の世界観が好きだな、あれが良かった、うん、うん、じゃあ、あと、15分で終わりにします。ジョスケ、ジョスケ。みんな、あれ、登録してくれた？ふわっち。フォローしてね。みんなアカウント作ってね。頼むよ。すごいね。15人でも1位になるんだね、これ。てかすげえ、800人アクティブある。ランハゲ？ランハゲ。ランハゲが800人って。ランハゲがアクティブ800だぜ。すげえよな、ほんと。ランハゲとか懐かしいっすね。懐かしいよね。ランハゲは FC2 で急に評価上がったんだよね。ジョジョはまず絵が受け入れられるから。そうそうそう、絵がダメだったの、俺は。イラストは。和藤さんの放送好き。ありがとう、フォローしてね。ハンターハンターとジョジョだったらどっちが、うん、うん。ハンターハンター、いや、ハンターハンターは、もう、はるか上。あ、ですか。うん。富樫はほんと神だと思ってる、俺は。本当にすごい、富樫は。ハンターハンター読んでないでしょ？まだ読んでないんですよ。ワドさんが一番好きな。ハンターハンターを読んでないとかありえなくて、あるかな？あのね、ハンターハンター。
そう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 。ハンター、ハンター。もうね、一冊で画力の違いが分かるぞ。これは、この書き込みと。この線の細かさがすごいですね。あとね、あの、緩急がすごいんだよ。うん。うん、うまい。うまいでしょ？うまい。で、ボリュームもあるし、セリフに。うん。この世界観すごいよ。ハンター×ハンター読まないっていうのはありえない、俺の中で。ハンター×ハンター、うん、読まない、ダメ、ダメダメ。読むしかない。うん。読むしかない。うん。101名さんいらっしゃい。ランハゲーフワッチでしか見たことない。FC2 とかキャストとかもやってたけど、うんうん、なんかね、FC2 に移行してから急にアクティブ増えたっていうか、うん、なんかファンを作っていったっていう印象がある、俺は。うん。あ、何？里見さんとコラボしてんの？あ、それは増えるわな。うんうまい。あ、そっか。金梅って、あれ、金梅ファミリーか。もともとランハゲって。つながりあるんだな。うん。配信界隈の人脈作るの下手なんだよな、俺が。なんでこんな嫌われんだろうな。うん。ケンシロウさんフォローありがとう。サチさんフォローありがとう。ひたつさんフォローありがとう。ワンタロウさんフォローありがとう。カウパー大佐フォローありがとう。アキさん、アキママさんフォローありがとう。うん。うん。里見さんかれこれ3週間ぐらい一緒にいるんじゃないかな、ほげ。できてるの？やばくないそれ。マジで師匠の女と、すげえ展開だな。それは盛り上がるわ。うん、おなるほどね。うん。いやー俺、広末涼子にちょっと似てない？あ、ちょっとね似てる。似てるよね。わ、うん、かる。わかるぞ、うん。俺そういうとこあんだよね、うん、昔から。そう、広末涼子が、うん、こう、ダンス、そう、一貫したらみたいな、うん、そう。あ、乗っかる。うん、そうか。そう、それはないっすよのパターンだと思ってたら、似てるねーと、あ、そうやったー。あ、そうなんだ。いや、いや、リスナーも似てるねーの方で乗っかるんだ。そこはちょっと、否定した方がよかった。いや、いや、乗っかるパターンだったらしい。俺の読み間違いだった。まだちょっとあれだな、腕が。ウィング？ウィング被ってみてほしい。何ウィングって。ウィング？ウィッグ？ウィッグかな。うん。目がなんとなく、うんうんうん、大丈夫かここのリスナー浅井さん元気だよ。っていうか今日3回来てるもん。さっきもいたし、すごいよね。今からジムに行って、いやもうなんか大丈夫かな、すごいよね。本当に命使って働いてるよね、うん、ウィッグが、うん、命削ってるな、うん、すげえな、うん、ふわっちノリいいっすね。ノリいいね。和道の放送は乗っかってなんぼでしょ、うん、確かに。じゃあなんでニコ生の時乗っかってくんなかったの？そうね、そう思いますよね。朝一で来て、昼間も、まあ帰宅したら来て、で帰ってまたジムに行く前に来てくれてって。ニコ生ではアンチコメでちゃんと乗っかってた。アンチコメでなんで乗っかんだよ。NG にされてから読めねえわ、それ。ねえ。洗濯機か。休みいいんでやっとこう。いや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 。キャスじゃない、キャスじゃない、ふわっとした。あ、ふわっとした。この流れでってなるよね。そうだよね。なんであえて、あえてそっち行くの、うん、
最近見た映画、音楽でいいのありました？俺はだから、あの、コン・サトスの東京ゴッドファーザーズを見て、あ、うまいなって思ったね。やっぱりそう、とびっきりいい作品ってわけじゃないけど、コン・サトスやっぱすげえわーと思った。うん。風船プレゼントありがとうございます。ニコ生ではソフトの暗視コムにするから NG やめてな。で、ニコ生ね、帰らないかもしんない。わかんない。正直。俺もね、俺もだから、ふわっちでこんな人集まるなんて予想もして。だからね、これ本当に、これ人生全般におけることだけど、本当に神様って意地悪だから。本当に意地悪だから。欲しい欲しいと思ってる時には絶対与えてくんないのよ。で、なんでもね、もうっていう時にパッて与えてくれたりするから、本当に神様は意地悪だよ。嫉妬深いし、本当にそう。あのね、俺の好きなグラップラーバキあるだろ、並んでるだろ、オロチドッポが言うんだよ。知ってる？このセリフ。いや、まあ、武の神様は嫉妬深いっていう話をして、武の神様は差し出したものにしか与えてくれねえよって政権好きなこと言うの。要はもう神、武の神様に政権付けを捧げまくったオロチドッポが、そう、神様からプレゼントもらうんだよ、もう政権付けっていう。なるほど。賭け事とかもね、本当、いや人生全般そうだよね。あ、今ね、新しい四つ葉あるよ、うん、俺のオフィシャルサイトからリンク飛べるから、うん、あの和道の YouTube もぜひぜひチャンネル登録してください。でもね、今日浅井さんの一言がずっと仕事中頭でループしてたね。なんか、あなたは配信で稼いだ時、どうのこうのみたいな。言ってましたね。言ってた、うん。さっきも言ってましたよ。嘘、うん、俺がいない時。いない時。嘘。スタジオの時。うん。なんて言ってた？でも、副賞やめて配信でやってるんだって。ねえ。うん。もうちょっとなんだけどな。いや、でもここで行きますよ。うん、これそうだね。うん、和道 YouTuber、 お、ありがとう。マネージャーが仕事してる。お疲れ様です。こういうの大事だよね。マネージャー感あるよね。スタッフ感ある。タイミングバッチリだった、うん、スタッフ感がやばい。うん、いや、なんだっけ、クリスマスの日に政権付き1万回またやってくれっていう話でしょ。 あれほんときついからね。いや、うん、あれはいや、でもまあすげえ見どころっていうか、ああ確かにあれはやっぱ見てる側は、あ、神回だなって。そうだね、うん、いやあれきついぞ本当に。やばいっすよね、うんうん、登録 OK ありがとう。うん、うん、前から言ってるけども、俺はもう全部人生自体がネタだと思ってるから、もう、うん、だからそう思わない。いや、もちろん和田さんのこと見てればもう伝わってきますよそれは。もうさ、あのさ、一回しかないんだよ、うん、人生って。そうですね、で、あの普通に生きててだよ、うん、普通に生きてても、うん、嫌なことって起こるじゃん、うんうん、絶対に。生きてるだけでもう苦痛、ブッダは言ったんだよ、うん、釈迦は言ったんだよ、うん、生きてるだけで全部苦だから、うん、一切皆苦って言うんだけど仏教の用語で、うん、もう全て苦しみだから。だから楽しまないとダメなんだよね。楽をしようって、ズルをしようみたいに日本人解釈してるけど、楽しもうって意味じゃん、楽って字は。楽しまないとダメよ全てのこと、うん、と思うよ、うん、YouTube 登録したよ。でも人数少なかった。最近作ったやつだからね、また盛り上げてよ、よろしく頼むよ。みんな、みんながいないとさ、うん、ただの人だから。面白い雑談おじさんに変えてくれ、俺のこと。お、またフォロワー増えたかな。ありがとう。ね、違うわ。あ、シュキさん、ありがとう。新しい仲間が増えてくね。うん、シュキさん、うん、みんなに風船ありがとうございます。いや、ありがとう言ってくれよって、なんだよ。風船もらったからありがとうって言って、お前ズーズーしいだろお前。風船の一個くらいよこせよじゃあ。うん、うん、あ、そう、ツイキャスのお茶投げみたいなもんすか、風船って。
風船もだけど金に変わるんだよこれ。あ、そうなんですか。風船はなんかその無料で補充されるわけじゃないんだけど、アンケートとかに答えたりとかするとそのサイト内で風船が貯まるんだって。うん、しかもコメント打ってもポイントに変わるんだってよ。え、マジっすか。だからコメントもランキングにも影響されるし、だからもう上に行けば行くほど稼げるっていう仕組みを作ってるの、すげえんだよこれ。画期的。そう。だから取り分は確かに半分なんだけど、もっと吐き出してるこのサイト。半分。そう。要は1位取った人にも1万円配るとか、そのなんかボーナス的なのいっぱいやってるんだよね。風船そんな安いのでいいの？ちょっと期待しちゃおうかな、うん。あ、バーガーありがとうございます。でも、いいよね、そういうの。うん、コメントもね、ポイントになるって言ってたよ。だから、もう本当にみんなが盛り上がって楽しんでるだけで稼げるっていうか、うん、すごいいいと思う。一体感が増しますね。だって、なんかね、デイリーランキングっていうのが、俺47位だったらしいの、2日前。はい、それで50ポイント、50円もらえ。サイトから、うん、いろいろあるみたい、そのなんつうのボーナス的なのが、面白いです ね。はい、ということで皆さんありがとうございました、長時間放送でした。お疲れ様です。はい、ぜひフォローよろしくお願いします。多分ふわっち結構やっていくと思うんで、うん、ありがとうございました、今後ともよろしくお願いします。お疲れ様です。皆さんおつでーす。お疲れ様です。お疲れ様です。うん、マッサンじゃないです。はい、お疲れ様です。パンはねえだろう。俺、なんかリアルで。お前のターンだっていうの初めて生まれた遊戯王かよ。